がとうございます。素晴らしいです。それでは あと1分ほどありますが、午後のセッションの福水先生のカーネル法についての講義を配信させて、配信じゃなくて、そっちに気が入ってますので、すみません、していただきます。前半は多分カーネル法の簡単なできるということでしょうけど、運になると思うんですけど、講座とかと違って後半は久美先生の研究の発表ということになる、発表というか最近の研究成果をたっぷり盛り込んだという話で、さらに難しいんではないかと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日はこういうタイトルで2時間45分も出てあげまして、ありがとうございます。で、カーネル法のですね、一般的な話は全然しません。サポートベクターマシンとかそういう話は今日は一切やりません。それで、そういうのを聞きたい方は公開講座来年度の後半にやる予定ですので、そっちではそういうこともしゃべると。で、今日の話は、最近私や、共同研究者も含めて、やってます、カーネル法を使ってレイズ推論をやりましょうという、そういう話をメインでやりたいと思います。で、それに必要なその準備としていろいろな話はしますけども、基本的にはこれだけを話す。で、カーネル法っていうのは大体そのレイズとはあんまり関係なさそうに見えて、どっちかいうとフリケンテスト的な道具立てなんですね。で、それでも大体全部何でもかんでもグラム行列で表して、それで推論やりましょうという、そういうものなんですけれども、それを使ってですね、ベイズ推論、もう少し端的に言えば、ベイズの定義、ベイズルールというものを表すことができるという話をしたいと思います。で、ある意味でそのノンパラメトリック、非常にノンパラメトリックなベイズ推論です。全てグラム行列、データを使って表現されるという、そういうベイズの定義のインプリメンテーションをやります。で、ノンパラメトリックなベイズ推論を書くと、ノンパラベイズですかっていうふうに勘違いされる方がいませんが、全く関係ありません。ここではその本当にノンパラメトリックな、パラメトリックモデルが全然入らないベイズ推論というのを考えてみたいと思います。それで、この辺は、なんていうか、非常に一般的な話なんですけども、データ解析、現代的なデータ解析ではその非線形性とか高次元性とか非常に問題になるわけです。で、例えばそのデータの中の非線形性を抽出しようという話を考えた時に、一番ナイーブでかつクラシカルだけど結構よく働くのが、データがあったらその2次とか3次も加えてやる、でっかいベクトルにしちゃいましょう。で、その後そうやってから線形回帰とかやるじゃないですか。普通こうやるんですよね。別にそれは悪いわけでは何でもなくて、まずはこうやります。で、だけどその3次元だったらこういう、2次加えてそれでいいんですけど、その 現代ではその1万次元ぐらい普通に集まらなければいけなくなってるわけです。で、1万次元あるとですね、こう素朴にこう2次のこう並びようと思うと、それだけで5000万次元ぐらいになるわけですね。で、今計算機速くなったといっても、その5000万次元の分散共分散行列を考えて、それの固有値展開して逆行列取ってとか言い始めますと、やっぱりこれ無理なんですよね。で、もう少しいい方法がないであろうかというのが、カーネル法になるわけです。で、もう一つのお題目、ベイズ推論ですね。で、これも別にここでわざわざ示す必要はないと思いますけども、これベイズの定理、あるいはベイズ則と呼ばれているものなわけですね。で、この人が最初に唱えたという定理になっています。で、私はつい最近知ったんですけども、これいつも見かけるこのポートレートですけども、どうやらこれは偽物らしいっていう話で、ウィキペディア、これウィキペディアが取ってきたんですけど、なので
無断引用じゃないですけども、無断引用かもしれませんが許されていると思うんですけども、どうもデュービアスであると書いてあります。で、理由があってですね、この18世紀ぐらいにこんな髪型で絵を描く人はいないと、ポートレートを描く人は、もっとこんななんかカツラかぶってポートレートを撮るはずです。で、この写真が初めて現れたのは1930年代の本らしくて、どうもなんか適当に撮ったんじゃないかっていう説があるらしいです。で、まあそれはどうでもいい豆知識ですね。で、それです。で、もちろんこのベイズソフというのは、いろいろなところで非常に有効で、ね、使われている、まあ、これさえあればいろいろなことができちゃうという非常に原理的な方法なんですね。で、あとこうフライヤーのリッジが入れられるとか、いろいろいいことはいっぱいある。スタッシュが書いてますけど、いいことはいっぱいあるな、皆さんご存じだと思います。で、ただし、まあ、非常に強いこう欠点といいますか、困難な点がありまして、積分計算がこう必要になっている。で、まあ、簡単な場合はガウスとかだったように計算できますけれども、複雑なモデリングが必要になるような現代的な問題においては、これをまともにように計算することは難しくて、で、しょうがないから何かやらなきゃいけない。で、何かやらなきゃいけないというのの一番代表的なのは、例えば数値的にこの積分を何とかしましょうっていうのが一つ、まあ、マルコス・チェーン・モンテカルロ、あるいはインポータンスサンプリングとか、シーケンシャルモンテカルロとか、そういう非常にこうソリッドでかつこう堅牢なこう理論方法が作られているわけですね。で、もう一つ、はですね、まあ、積分計算を数値的にやるのではなくて、近似計算しましょうと、まあ、こっちもある意味近似なんですけれども、もっと荒っぽい近似計算をしましょうというタイプの計算方法もありまして、バリエーショナルベースとかビリープロパゲーションとかエクスペクテーションプロパゲーションとか、こういうのがあるのを皆さんほとんどの方はご存知だと思います。で、ですね、そうなんですけれども、それでどんな場合もこれで OK かというと、必ずしもそうではないんですね。で、カーネル法を考えたいというのは、MCMC とかシーケンシャルモンテカルロが直接適用しづらいような問題にこうメリットがあるんだろうというふうに考えて私はやってます。で、これその一つのモチベーティングエグザンプルなんですけれども、まあよくあるロボットローカリゼーションの問題なんですけど、ロボットが部屋の中を動いてます。で、ロボットにこうビデオカメラが設置されてまして、で、部屋をこう向かってくるところちゃんとこう撮ってると。で、その画像から今どこにいるかということをこう推論したいと。で、まあ、画像だけじゃなくて他のセンサーもあってもいいんですけれども、そういうセンサー情報から、自分の位置を知りたいっていうタスクが必ずロボットのこういろいろな自由な環境を動くロボットには必要となっているわけですね。で、こういう問題というのは、実はヒドゥン・マルコフモデルは皆さんご存じだと思いますが、説明しませんけども、ヒドゥン・マルコフモデルで非常によく表現されることが知られています。まあ、この場合、その2次元の上を動くと思えば、階段とか登らないと思えば、2次元と、まあ、ロボットの向きも重要なので、それが、まあ、ロボットの向きは、そうか、地図に対して相対的な向きですね。で、そういうものがこう隠れた状態で、で、イメージからそれを推論したいと。で、まあ、こう、状態線はですね、今の位置が分かって、向きが分かって、こう、トルクとかが分かればですね、大体次の時間どこに行くかって、大体こう、もう線形に近似できるわけですね。で、ところがですね、画像からこう、位置を推論する、あるいは位置が決まって、こう、画像がどうなるかっていう、こう、その、オブザーベーションに当たるプロセスはですね、もちろんこの部屋に依存してるわけですね。で、こういう複雑な、で、しかもこう画像というのはもう非常に高次元なわけで、こういうところにですね、なんか適当なパラメトリックモデルを入れようと思ってもよくわかんないですよね。よくわかんないから線形ガウスでやろうかとか、そんな話になるわけですね。で、線形ガウスでも、まあ、ある程度性能出るかもしれませんけれども、本当は線形ガウスじゃやっぱりまずいわけで、もう少しなんかやりたい。で、そういう場合はですね、パラメトリックモデルを入れるっていうのは環境依存ですから非常に難しくて、ノンパラメトリックな方法っていうのが必要になってきます。で、こういうところのにですね、こう
カーネル法を使ったベイズ推論を組み込もうというのが一つのこうモチベーションになっています。あ、ここに書いてあること全部話しちゃったな。はい、そうですね、オブザーベーションプロセスで非常にで、ノンパラメトリックな方法というのは非常にアトラクティブだということですね。で、もう一つ注意しなきゃいけないのは、モデルがないと、モデルがその電子ティのモデルがないと、モンテカルロによる方法っていうのは適用できないということですね。ヒドマルコモデルっていうのは、その普通よく行われているのは、例えばシーケンシャルモンテカルロをやりましょう。で、そうするとこういうここのデンシティが非常に複雑で、そのガウスとかじゃなくてもうまく推論ができますっていう話があるわけなんですけれども、それはやっぱりデンシティの形を用に与えてやって、デンシティレシオとかをきちんと計算できないといけないんですね。デンシティ分からなかったらやっぱりこういうモンテカールあるいはシーケンシャルモンテカールによる方法っていうのは適用ができないんですね。で、だからこういうところ、そう、シーケンシャルモンテカールがうまくいかないところにカーネル法を使う、こういうふうなそのモチベーションを持っています。すみません、質問があるんですけど、はい、ここでいうノンパラメトリックって言ったときに、例えばそのカーネルデンシティエスティメーションとかヒストグラムを用いる方法だと、別にそのデンシティカーフション自体は存在はして計算もできるとは思うんですけど、そういうことはまた別なんですか？あ、それは後で話しますけれども、デンシティエスティメーション1次元2次元ぐらいならうまくいくと思います。ちょっと先ほど のロボットの例だと、画像だと4200次元あります。これはほとんど不可能です。4200なくても5、6次元ぐらいで非常に性能が劣化するというのが電子テース、カーネル電子テーエスティメーション、うん、あるいはそれにそれの類似の方法なので、後で、まあ、そういう基本的な実験結果もお見せしますけれども、もうちょっと高次元を狙おうというのがカーネル法ですね。だからその電子テーエスティメーションがもう計算できないというより、むしろそのまともに計算できない、そうですね、精度がやっぱり悪い、そういうケースを考えましょうですね。それで、まあ、今日お話しする内容ですけれども、そのノンパラメトリックなそのカーネル法によるベイズ推論というものを考えていきましょう。で、まあ、カーネル法なので、その静的カーネルを使って計算するんですけども、その時に静的カーネルを使ってですね、確率分布を表現するということをやります。で、そういう道具立てを準備しておいて、ベイズ推論というのを構築していきましょう。で、ですね、その他の多くのベイズ推論と違って、このカーネル法を使ったベイズ推論というのは、行列計算で計算ができます。行列計算でポステリアが計算できます。で、グラム行列を使った行列計算だけで計算ができて、積分もあるいはそのなんか近似モデルを用意するみたいなことも全く必要がありません。だから その非常にユニークな方法になっています。まあ、ある意味で既存の方法に対して、それが使えるような状況でのオルタナティブを与えているというふうに考えていただければと思います。で、アウトラインですけれども、まずそのカーネル法を使って確率分布をどう直接的に扱うかって、そういう話をします。で、確率分布だけじゃなくて、重要なのは、多くの応用で重要なのは、条件付き確率なので、条件付き確率をカーネル法でどう扱うかという話をします。で、それを使ってベイズルールを構築します。で、実はですね、話としてはここで結構切れてまして、最後に話すのはアプロキシメントベイジャンコンピューテーションという、多少こことここ違った話なんですけども、このコンディショナルプロバビリティのやり方を使って、ABC と呼ばれている、最近非常にベイズの世界ではポピュラーになっている方法のカーネルバージョンを作りましたという話。なので話は、まあ、ここである程度切れています。で、おそらくですね、2時間45分ありますけれども、まあ、半分というとこの辺になるので、この辺で休憩を1回、話としてはここで切れているんですけども、3と4の間ぐらいで1回休憩を入れようと思います。忘れずに入れたいと思います。で、またイントロダクション。あれ？おかしいな。イントロダクション、さっきまでやってたような気がしますが、第2節のイントロダクションで、
これはカーネル法の非常に一般的な、アイデアを書いたものなんですけれども、僕話すと必ず使っているので皆さん守ると思いますけれども、カーネル法というのは一言で言うと、その元のデータそのものにデータ解析せずに、フィーチャースペースと呼ばれているところにこうマッピングをして、フィーチャーベクトルに対してデータ解析をやりましょうって、そういう話なんですね。でこう変換するシャドウをフィーチャーマップとか呼んだりします。で、この上でよく知られたデータ解析、例えば PCA とか線形回帰図ですとか、あるいはサポートベクターマシンですとか、そういうものをやりましょうというのがカーネル法の、オーソドックスな捉え方なわけです。で、この特徴シャドウとか特徴空間というのは実は非常に特殊なものが使われています。いわですね。で、どんなものかといいますと、それを説明するために静定値カーネルというものを取りましょう。で、静定値カーネルっていうのは二変数の関数なんですけれども、で対象で、2の個数の点を取ってきたときに、ちょっとノーテーションがすいません、ここ小文字で、ここ文字ですか、ここ大文字ですね、KXIXJ という、IJ を動かしたときにできるこういう N か KN 行列を作ると、これ対象行列になりますけれども、それがその皮膚定値である、反正定値であるというふうに定義されています。で、こういう対象行列のことをグラム行列と、一般に呼ばれます。一般に呼びます。で、非常に有名なエグザンプル、ユークリッド空間上でのカーネルとして有名なエグザンプルというのは、ガウシャン RBF カーネルと呼ばれている、ガウス分布のデンシティの関数に似たこういう関数ですね。スポネンシャルマイナスの量の2乗。それから、ラプラスカーネル。これは2ノルムではなくて1ノルムが使われている。そこが違います。で、こっちがスムーズで、こっちは原点に、セキュラリティがあるわけですね。で、他に知られている例としては、ポリノミアルカーネル。これは普通に X と Y 内積取ってあって、皮膚の定数 C を足して D 乗しました。これだから X と Y に関しては多項式になるので、多項式カーネルと呼ばれます。で、こういうのがよく使われますが、もちろん他にもいっぱいあるんですけど、計算が簡単にできるとか、いろいろな制約のもとで、こういうものがよく使われています。で、もう一つ重要なのは、さっきカーネル法は、特徴空間にマッピングして、データ解析をするんですよって言いましたけれども、じゃあその特徴空間がどうやって作られているかというと、再生化ヒルベルト空間と呼ばれている、そういう特殊なヒルベルト空間、もっと言うと関数空間を使います。で、このリプロデューシングカーネルヒルベルトスペースというのは、静定値カーネルを決めると一通り決まるということが知られています。で、先ほども言いましたが、これは実は関数空間です。で、無限次元に、一般には無限次元かもしれません。で、実際ガウスとかラプラスカーネルを使うと無限次元の特徴空間を使うことになります。で、何が特別なのかと言いますと、内積が非常に特殊です。この空間に入っている関数 F と、k.x と書いてありますが、これは、私の話では、x を固定して第一変数に関する関数と見た関数のことを指しています。で、これまたですね、これは RKHS の原理なんですけれども、原理になることが分かっているんですけれども、この2つの関数の内積を取ると F の X での関数値が出てくると。で、これなんか非常に不思議で、こんなこと起こり得るのかっていう気がするんですけど、ちゃんとそういう関数空間がヒルベルト空間として存在しているということがちゃんと証明されています。なので、あまり気にせずにこういうのがあると思って使いましょう。で、だから関数空間なんですけども、もっともっと馴染みのある、こう二乗化積分な関数感のある空間とかと全然違う内積を持っているわけです。で、
本当は関係あるんですけども、まあ、一見すると全く違うような風になっています。で、これの特殊な場合として F として K.Y を取ってくると K.X と K.Y の内積を考えることになりますが、これは結局、正定値カーネル KXY の値になるわけです。でこの性質をですねうまくデータ解析に使うというのがカーネル法なんですね。あ、その前に、ですね、今その再生回路空間がユニークに定まりますよとか言いましたけれども、こう そう言われてもイメージが湧かないので、もっと具体的にどんな空間かっていうのをお話ししておきたいと思います。ガウスカーネルを使うとですね、どんな関数空間になるかというと、実はその L2 と書きますが、実はこれ無限回微分可能な関数 でしかもこれハットがついているのはフーリエ変換です。フーリエ変換にこういう裾がものすごくエクスポネンシャルに破産するような重い重みをつけても稼げるんである。だからものすごく早く、少なくともこれよりも速いエクスポネンシャルでこうディケイしているようなやつらが入ってるわけですね。こういうふうにちゃんとフーリエ変換を使うと特徴を付けられます。でラプラスカーネルこっちで見てると二乗ノルムと一乗ノルムだけが違ってなんか非常に似てるような感じがするんですけども、そのラプラスカーネルの再生カルキュレート空間というのは、裾に2次関数の重みをつけても化石分なので、2次より3次より早くこうディケイしてくれれば、あ、ごめんなさい、2乗がついているので 1.5 次より早くディケイしてくれてれば、これに入ってくれます。だから非常にこう、高周波の性質を見ると、あ、失礼、こっちはすごい早くディケイしないといけないんだけれど、こっちは非常に緩やかにディケイして大丈夫っていう、そういう非常に実は違った性質を周波数領域では持っています。でポリノミアルカーネルはですね、ここではそのあごめんなさい、ポリノミアルカーネルはどういう空間になるかというと、実は、有限次元の再生カルキュレート空間が出てきます。で、説明をすいません、端折ってしまって申し訳ないんですけども、この再生カルキュレート空間は実数が D 以下の多項式全体でなっています。ただし内積がなんか非常に不思議な内積を持っているので、さっき見たように再生性というものがちゃんと満たされます。というわけで、まあ、こういうふうに具体的に実は書けるのであって、まあ、コメントですね。でちょっと話を戻しまして、こういう道具をどうやってデータ解析に使うかという話なんですけれども、最初にビッグピクチャーをお見せしたように特徴ベクトル、特徴シャドウというのを定義します。でカーネル法では必ずこういう定義をします。データ X があったときに、それに対して K.X という再生カルキュレート空間の元あるいは関数を用いましょう。これを特徴ベクトルとして用いましょう。で以降私の話ではトークでは、ファイルを使って特徴ベクトル、あ、ごめんなさい、特徴シャドウを表すことにします。なので特徴ベクトルは関数なので、関数データを考えていると言ってもいいわけです。で先ほどお見せしたその内積が特殊であると、特にまあこれですね、でこれ特徴ベクトル、 X の特徴ベクトル、 Y の特徴ベクトルだったので、特徴ベクトルを2つ持ってくると、内積はこの正定値カーネルを評価することに帰着されるわけです。なので例えば特徴ベクトルの線形結合で書かれている F と G があった場合に、 F と G の内積というのはグラム行列を使ってこういうふうに書くことが考えられます。なので関数空間の内積なんですけれども、こういうこの有限の線形和で書けている場合には非常に簡単に計算ができます。積分とかそういうのがいます。で計算はそのグラム行列、例えばデータが N があると、これはグラム行列は N か N の行列なので、こう内積計算は N か N の行列、グラム行列を使った計算をいろいろとやっていることになります。あ、これはちょっと飛ばしてあ、まあいいや、一応見せましょう。ですね、
例えばデータを扱うときに我々コバリアンス、普通のクラシカルな統計ではコバリアンスマトリックスを扱うわけですけども、まあ、あの平均は0だと思って考えると、コバリアンスマトリックスというのは次元×次元のマトリックスなんですね。で一方グラム行列というのはデータ数×データ数のマトリックスで、まあ大雑把に言うとこれを逆転させてるだけなんですね。ただし、逆転させて何がいいかというと、こう次元がものすごくでかくてもこのレベルで見ると n×n の行列で済んじゃう。ここが非常にありがたい話なわけです。で、何がありがたいかというと、計算をするときに n×n の行列を扱えればいいので、例えば元の空間の次元が1万あろうと10万あろうと100万あろうと、そんなことは あまり困らないと。なので高次元のデータを扱うときには非常に有効な方法になるわけです、なり得るわけです。一番冒頭にお見せしたように、その1万次元のデータに対して2次の方を全部付け加えるとかやると5000万次元になったわけですが、そういうことをしなくてもこうノンリニアな特徴が扱えるようになるというのがカーネル法のいいところです。で逆にですね、グラム行列はサンプルの数の行列なので、サンプルサイズの行列なので、サンプルサイズ n が大きければやっぱり困るわけですね。サンプルサイズ1000万ありますとか言われると1000万かける1000万の行列を考えなきゃいけなくなるので、これは困るわけなんですけれども、非常にありがたいことにですね、グラム行列の固有値のディケイというのは、例えばノンリニアなカーネル、ガウスカーネルとかラプラスカーネルとかを使うと、固有値のディケイというのが非常に速いということが理論的にも知られていて、低ランクの行列で近似するということが非常に有効に働きます。サンプルサイズがたとえこう1万とかあったとしても、それをローランクアプロチメーションすることによって、そのランクのサイズの行列を扱うというふうに変換することが可能になります。で今日はその話はあまりやりませんけれども、それに対しては非常に標準的な低ランク近似の方法が知られていて、大きいデータサイズの問題をカーネル法で扱うときには標準的に使われています。すみません、質問なんですけど、はい、これはその性能の意味でほとんど変わらないという、実際にやって出てきた性能と、その禁止した時にやった性能が、ローランク禁止、はい、ローランク禁止、もちろんどこで切るかによりけりですけれども、その性能的には、まあ、十分ランクを取っておけばというとちょっと語弊がありますけれども、例えばデータが1万あっても数十程度のランクで十分なことが多くて、で数十次元ぐらいに落としてやって、行列計算をしても性能はほとんど変わらないということが応用においてはしばしば起こります。さてそれで、一般的なカーネル法の話はこれぐらいでして、でカーネル法を使って確率分布を表現しましょうという話をこれからすることにします。で何を使うかというと非常に簡単でして、さっき特徴ベクトルを考えましょう、これがカーネル法のミソですよという話をしたんですけれども、今、まあ、確率変数があると思います、あるいはまあデータでもいいんですけど、確率変数があったと思ったときに、その確率変数の確率でこう特徴ベクトルを平均取ってあります。で平均取る、まあ、実態は k.x だったわけで、これ平均取るという、こう第二変数に関して確率分布で積分を取る、まあ、実態はこういう関数を考えます。でこれまあk.x というこういう関数の重みつき、まあ、重みをつけて足し算したようなものなので、やっぱりこれ再生確率空間に入っていることが知られてまして、でこういう関数あるいはベクトルを考える。で実はこれが、次のスライドでお話しするように、あるいはこの下でちょっと説明するように確率分布をうまく表現してくれます。でその前にですね、この、まあ、これカーネルミンということにしますけれども、このカーネルミンは、再生ある種の再生性を持っています。あ、さっき言うの忘れましたか、その値が
内積取ると値が出てくるというのを再生性という意味ですね。リプロデューシングプロパティと呼んでいて、それでリプロデューシングカーネルヒブリッドスペースっていうんですけれども、その性質をこううまく反映してですね、再生カーネル空間の元 F、関数 F とこのカーネルミーンの内積を取ると FX の期待値というものが出てきます。だから期待値計算がこう内積でできる、そういうまあ便利な、だから積分しなくてもよし、内積で出てくる、でそういう便利なことが出てきます。で、このカーネルミーンなんですけども、実はその元の確率変数の高次モーメントの情報っていうのを含んでいます。で、例えばですね、こういうカーネルを考えます。こう U と X、まあ、もう簡単なのに1次元と思いますけども U と X かけていくそうでしょう。で、これガウスカーネルとはちょっと違いますが、こう実はこれも静定値カーネルであることは知られています。で、これエクスポネンシャルのテイラー展開を使って、こういう表示を持つわけですね。で、係数全部正です。こういう感じになって、0以上です。こういう感じになってます。で、カーネルミーンを取るということは、X に関して、T で期待値を取るということですから、このテイラー展開をそれぞれ括弧積分して期待値を取ってやると、こう、それで、これカーネルミーン U の関数、第一変数に関する U の関数だと思いますと、こうU でテイラー展開をした係数にモーメントがこう乗っかってるわけですね。まあ、ある種これはモーメント、ある種というかもうそのままモーメントジェネレーティングファンクションとして機能するわけです。だからこういう特別なカーネルを持ってきてやると、カーネルミーンというのはモーメントジェネレーティングファンクションの役割を果たしてくれて、全てのモーメントの情報になっていますと。で、全てのモーメントの情報になっているということと確率分布を決めるということはほぼ同じなので、こういうものを考えれば確率分布がちゃんと分かるわけですね。で、それをですね、ちょっと抽象的に言ったのがキャラクタリスティックカーネルという概念で、確率分布を考えて、で、それを分布に持つような確率変数を考えたときに、それのカーネルミーンを取ったシャドウ、取るシャドウですね、確率変数から確率分布からそれに対応するカーネルミーンを取った時の取るという写像が単写ワントゥワンである場合に、このカーネルのことを特性的と呼ぶことにします。で、言い換えるとカーネルミーンを見ればちゃんと確率分布が一通り決まりますよという、そういう性質を持っているカーネルを考えましょうというわけです。で、さっきの例は実はそういう例ですね。エクスポネンシャル UX とか全部のモーメントが特定できますから。で、実はもっといろいろな広いクラスのカーネルはそういう性質を持っていることが知られていまして、ガウスカーネル、ラプラスカーネルというのはこういう性質を持っています。で、ただし、ポリノミアルカーネルというのは特性的ではありません。理由は簡単で、ポリノミアルカーネルというのは、ポリノミアルカーネルをこう使ってですね、同じようなことを考えてみると、有限個で止まってるんですね。で、D 字の、多項式カーネルを考えると D 番目のモーメントまでしか考えられないわけですね。そうするとそれより高いモーメントだけこう違ってるような確率分布がアイデンティファイできないわけです。というわけで、こう、まあ、大雑把に言うと、こういう特性的なカーネルで定義されている再生確率空間というのは、十分こう豊かな関数を含んでいる。そういう、まあ、タイプのものを考えているんだと思ってください。すみません、ちょっと一般的な質問なんですけど、はい、ポリノミアルカーネルの意味って何でしょうか。何を言いたいかというと、まあ、ガウスとかラプラスとかよく使われているかもしれないですけど、ポリノミアルっていうのは、まあ、教科書には書かれているんですけど、あんまり実際には使われてないし、例えばこういう性質も成り立たないと。いうようなことで、ポリノミアルカーネルというのはそのカーネル法として考えたときに何か意味があるようなものなんですか。ですね、まあ、これだけこう理論的に見るとこう、もうこれで十分じゃないかと、これの方がいいじゃないかっていう話になるんですけども、まあ、実際個々の問題を見てみると別にそんな3時も4時も見なくていいケースっていうのはあって、見ることによってやっぱり多少悪影響が出ることもあるわけです。で、それの典型的な例が自然言語処理でして、自然言語処理の分野ではなぜか2次の多項式カーネルというのが他のカーネルよりいいということが経験的に知られていて、皆さん2次の多項式カーネルを使います。なのでそれはやっぱり
分野によって問題によっていい悪いというのはあるわけですね。理論的にはこっちの方がいいに決まってるんですけども、そういうことはやっぱりあります。それに関係してそのポリノミアルカールが定義されているその L2 あの例えばそのガウスとかラプラスは L2 空間だと思うんですけど、ええ、ポリノミアルは多分 L2 とかその要はその下がっていかなくてもなんかその定義できているような感じに見えたのが違いましたっけ、ポリノミアルカーネルも多項式なので、ごめんなさい、L2 といったときにその L ユークリド空間上で重みのつかない L2 には入ってませんけど、例えば確率分布モーメントを持つような確率分布を取ってきて L2 空間を考えればそういうところには入っているわけですね。また確率分布の範囲ではまあいいじゃないかな、まああとその裾がどういうそのあまり細かく言いません、あ、まあ、L2 に入っているということから明らかですけれども、ガウスカーネルとかラプラスカーネルっていうのはカーネル自身もこう裾が下がっていて入っている関数も全部こう裾が下がってるんですね。で逆に言うとその定数関数とか表現できないんですなのでコンパクトな領域上では、まあ、定数関数いくらでも検知できるとかそういうことは知られているんですけれども、裾の方の挙動とかを考えると、まあ、向き不向きというのはまたやっぱり出てくるとは思いますね。はい、でちょっと話を続けますと、でこのキャラクタリスティックカーネルを使ったカーネルミーンというのは、ある意味で特性関数ですね、確率論とか、まあ、統計でもよく出てきます、デンシティのフーリエ変換、特性関数を使うことに非常によく似ているわけです。でよく知られているように特性関数というのは、ユークリッド空間上の確率分布をユニークに定めてくれます。なんですけれどもカーネルミーンを使うことのメリットっていうのは特性関数に比べてやっぱりありまして、ユークリッド空間上じゃなくても定義できるし、あと計算をしようとした場合にこの積分をどうやって計算するかっていうのはやっぱり特性関数にはこう問題として出てくるわけですね。でカーネル法っていうのカーネル、後でいろいろと例が出てくるかもしれませんが、そのカーネルミーンというのはその積分みたいな計算をせずにいろいろなものが計算可能になるというメリットがあります。で、まあ、これがある意味でその私の今回のトークあるいは最近の研究のプリンシプルなんですけれども、そのこういう性質、さっきのような確率分布を1に定めるというカーネルを使ってですね、その確率分布に関する推論、まあ、これ統計科学は基本的にこういうことをやるわけですけれども、そういう問題を全部ですね、そのカーネルミーンに関するインファレンスの問題に変換してしまおうと。でカーネルミーンをいろいろ扱うことによって統計的な推論をやっていこう、こういうまあプリンシプルで最近研究をしています。で例えばですね、非常に古典的な統計的問題として2サンプルテストというのがあります。でこれは何かというと、2つの標本が2つのサンプルがあったときにそれらが同じ分布から出てくるかあるいは違った分布から出てきているのかを検定したいというそういう問題なんですね。でそういう問題はその特性的なカーネルを使うと2つのカーネルミーンが同じかどうかを有限サンプルから検定しようという話に変換できるわけです。でその特殊な場合として2つのサンプルがインディペンデントかどうかということを検定したい、これはジョイントプロバビリティとマージナルのプロダクトが同じかどうかを検定する問題なので、上の特殊な場合としてそれらのカーネルミーンをが等しいかどうかを検定する問題というのに変換することができます。で、その実はカーネルミーンを使った、独立性の尺度というのはあまりご存じの方が少ないかもしれませんけれども、最近統計の分野では比較的有名になっているディスタンスコバリアンス、あるいはディスタンスコリレーションと呼ばれている、独立性尺度をさらに一般化したものになっています。まあ、言い換えるとこのディスタンスコバリアンスが非常に有名なんですけども、カーネル法を使っカーネルミーンを使った独立性尺度の一つのインスタンスになっているということも知られるも分かってきています。で、こういうその確率分布の表現を使ってベイズ推論をやろうというのが今日のトークなわけです。
すみません。例えばですけど、はい、T 検定とかっていうのは平均値みたいな分布の平これ確率分布が一緒かどうかっていう検定だと思うんですけど、例えばその別に分布 の, そのバリアンスは違うんだけども平均値だけを議論したいっていうこともあり得ると思うんですよ。そういう時にカーネル法っていうのは利用できるんですか？それはなんか平均値だけ見るしかないと思いますけど、分散はどうでもいいから平均値だけ見たいのであれば平均値を使うべきだと思いますけど、ここはまあその例えば逆に平均値は同じなんだけど分散が違ってる、あるいは3乗のモーメントが違うとか、そういう状況をまあ想定してますね。だその検定する際もやっぱそのカーネルが確率とまあ完全に一対一対応してるので、うん、まあ、確率が違うかどうかとか、まあ、そういう結構そのそうですね、そういう検定あるので、ね、逆にだから確率分布は違ってもいいんだけど平均値が同じかどうかだけ検定しないしたいのであれば確率分布全体を見ちゃいけないわけですよね。なのでそれはもちろん目的によるで、例えばその今の検定で2つの検定を挙げましたけど、それ以外の検定とかっていうのはいろいろ開発されてるんですか、ね、ここで。ですね、適合度検定みたいなことはできるとは思うんですけれども、やってません。その適合度検定の場合、そもそもなんか論理的にっていうか、その全ての確率を表してるんだから必ず適合するはずだという感じもあ、いやいや、適合度検定の場合は例えばガウスかどうかとか、そういうことを答えになる。あと、すいません、他にという話であると、条件付き独立性を検定するという話はやってます。でそれはまたいろいろ応用があるんですけれども、それと同時にいろいろ難しさもあります。さて、ごめんなさい、これで、今までその一つのサンプル、一つの確率標本の話をしていましたけれども、二つ、確率変数があって、そのこう依存度合いみたいなものを表現するときには、これは非常に単純にですね、ミーの場合と同じように、特徴ベクトルを考えてそれのコバリアンスを考えましょう。再生角ベクトル空間上でコバリアンスを考えましょう。まあそれだけです。で、後の話ではそのコバリアンスっていうと普通こうエクスペクテーションの積を引くのがより一般的なんですけども、後の話ではこうそれを引かないこういうバージョンだけ考えるので、こういうふうにして定義しています。で、これ無限次元×無限次元かもしれないので、コバリアンス、分散共分散行列とは呼びにくいので、コバリアンスオペレーターと言いますけれども、無限次元の行列だと思っていただいていいわけです。で、これに対してもカーネル・ミーの場合と同じように、こういう FX と GY のコバリアンスを再生するという性質が満たされます。はい。これはすいません、完全なタイプです。ごめんなさい。X は、X 用のカーネルを考えて、Y はカーネル用、Y 用のカーネルを考えています。これは完全なタイプです。こっちが X でこっちが Y です。すいません。で、X 一つがあったときに、その X と X のも考えられます。で、一つでもコバリアンスというのです。なぜかというと次元が非常に高いので、コバリアンスというのです。それでこっちはですね、実はクロスコバリアンスとか言います。なんか妙ですけれども、そういう呼び方をされることがあります。ここでは簡単なのにコバリアンスと全部呼ぶことにします。で、有限、実際にそのデータ解析をやるときには有限このデータしか与えられないので、先ほどのカーネルミーンとかコバリアンスオペレーターとかはそれを使って推定をしましょうという話になるんですけれども、推定は別に全く普通にやるわけでして、平均を取ってやったわけですから標本平均取りましょうと。で、分散もこういうその積空間での標本平均に置き換えればよろしい。で、ですね、こっちではなんかいい加減にトランスポーズとか書いてますが、無限次元だとあんまりトランスポーズと書いてはいけないのかもしれませんが、気持ちとしてはトランスポーズで、実体としてはこうやって内積をちゃんと取りなさいということです。で、F にオペレートされると F と内積を取って、これは実はこう内積を取ると再生性がありますから F の XY になってくれているわけです。こういうものを考えていることになります。あ、そうか。
ですね、ちょっと ここに書くと本当は怒られるかもしれませんけれども、一つだけ書き忘れたこととします。失礼。ですね、これの、その、期待値バージョンというのがありまして、さっきこういうそのオペレーターとして抽象的に定義しましたけれども、これは実はその簡単にチェックできるんですけれども、積分表現というのを持ってまして、これは Y の関数なんですけれど、これ順当プロビリティですけれども、あ、F が まあ、これをインテグラルに変えたわけですけど、実はこれをインテグラルに変えたこういうその式も成り立つことがすぐに分かります。なので実は積分作用層になっている、先ほどのコバリアンスオペレーター。それと申し訳ない、もう一回 CYX の定義を見せていただいて、はい、まさに私もそれは分かんなくなったので、もうそこで潰れるとダメなので、そこですね。まあ、あんまり使いませんけど、あとでちょっと使わない。パイの y が、まあ、x なんてことは k のドット x になってて、あ、これそうですね。で、それを積分すると、はい、その ky、kx、fx になって、あ、その cy、x、f、あ、向きの方に来てるんですけど、あ、でも分かりました。失礼。ここに書いてあることを、これを積分に書いてください。そうすると同じです。有限まで書いてます。ここを積分に書いてください。それがオペレーターだってんですけど、さっきは有限次元だとすると、有限次元だとするとこいつです。それは行列なんですよね。X と Y が、違うか、多次元だと思って、あ、 Y と X はこれ逆転してますね、すみません。 Y と、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、ごめんなさい、これ順番が悪いですね。まあいいじゃないですか。失礼、これは大きい中が y、 こっちが x というのが正しいんですね。すいません、中がで、これもこれは良くなくて yx トランスポーズというのがより適切です。縦横によってはスカラーになっちゃうわけですよね、逆にすると。だから行列にならなきゃいけないですね。あ、そうそう、だからその前がベクトルでこっちがトランスポーズというのが正しいです。ただし、まあ、それは縦ベクトルの場合ね、普通はこれは行が y の次元あって列が x の次元あるというのが普通だと思うんで、こう書いたらそうすると yx トランスポーズですね。 c の yx は c の xy と異なる値を持つんですか。え、 c の yx と c の xy は、あ、違います。それは明らかに違って、例えば次元が違えばとは全然違うんです。ああ、そうですね。なので空間がそもそも違ってます。それは有限次元の場合も一緒で、順番は非常に重要です、コバリアンスの場合は。で、それを F に作用させた式がどこにあるか、その次のページにあるんですか。こうですね。で、ここはトランスポーズの内積に、トランスポーズの F っていうのを内積として書いてるだけなんですけど、はあはあ、再生性があるので、この内積というのは実は FX のことファイっていうのをまず K で書き直したと思っていいですか。あ、そうです、すいません、全く同じ、そんなに我々慣れてないので、要するにそれはファイと K 同じですね。ファイと K っていうのは常に一緒だと思ってください。で、点値を取る代わりに内積で書き表したっていうことですね。そうです、はい。そうするとさっきの XY っていう行列だったら X と Y のどっちかとまず F をなんか内積みたいにして、そうですね、内積取るってことは結局 FX を FY かを計算することになってて、それとのもう一回、次のページですね、あ、それかなって、 FXY で FXY と YI の内積、そういう形になるんですね。 I での和っていうのはその PXY で、積分しなさいということじゃなくて、でそれ C の XY って逆にしても同じですか。逆にしちゃいけないんだよね。逆にしちゃいけないです、空間が違いますから。
F が定義されている空間は X の方だから逆にしたいと。そういうことです。はい、逆にはできます。あのまああのそれはあの普通の共分産業列だったら X と Y の内で X と Y で共分産業列を作るんじゃなのを FX と Y で共分産業列を作ったことは行列じゃもうないかなと。FX と Y で分散共、FX はスカラーなので、スカラー×ベクトルという意味での共分散にはなってますけども、じゃあそれは、そうだったらベクトルになってるわけですかね。これはベクトルです。答えはベクトル。ベクトル F に、オペレーターをかけてるので、これ全体としてはベクトルです。あ、今度は Y の空間のベクトル。ベクトルなんだけど、今関数空間なんで、関数にオペレーターをかけたら関数。ただ空間は X の空間、うん、X の関数の空間から Y の空間の変わってるわけね。はい、そうで FX っていう実際の意味を言うと FX って変換したやつのとこのスカラ一般にはスカラーのと Y がいっぱい成分今は無限次元だったら関数の値だけずっとこうずっとあるんだけどそれとの、コバリアンスを取った、ベクトルなんで、ね、そうです。わかりました。この辺を突っ込まれると致命的に多分ダメなので、すいません。皆さん分かってる。質問は随時してください。多分皆さん分かってられる方と全然もうダメな人とどっちかなので、もう進んでいただいて多分大丈夫で、カーネル法の、こういう計算というのは別に形式的に有限次元のことを無限次元でやってるだけなんですけど、そのありがたいのは例えばこれのヒルベルト・シュミット・ノルム、ヒルベルト・シュミット・ノルムというのはあの行列でいうところのフロベニウス・ノルム、普通に成分に乗して足しましたっていうのですけれど、そういうのを計算例えばしようと思うとグラム行列で計算ができるんですね。で計算ははしょりますけれど、ヒルベルト・シュミット・ノルムの2乗っていうのはX のグラム行列と Y のグラム行列をかけて、トレースを取ったもの、こういうふうにして計算できます。だからこれ真面目に定義通りやろうとすると、そう積直方規定を持ってきてこう展開して無限次元の行列を足し上げる、成分の2乗を足し上げなきゃいけないんですけども、そういうのが N か K の行列で全部できてしまう、こういうふうになっています。それは今言った定義の方は結局コバリアンスマトリックスだったら、要素を自乗してバーって足してる感じなんですか。ヒルベルト・シュミット・ノルム要素の行列のですね、そうです。コバリアンスマトリックス、普通の有限量のコバリアンスマトリックスだと、その特徴量がバーってあったらその場をバーッと取んなきゃいけないっていうことを言ってるんですよね。だけど、そうじゃなくて、共通空間の方でグラム行列の方でかけると。まあ、非常にこうナイブな言い方をすると戻るかな。あ、これですね、これ。その、無限次元の規定取ってっていうのは、こっちでやっちゃってるんですよ、この内側で。で、それを、NKN 側で見たら、こう、規定取って足してあげるっていうところは、ちょうどまあ消えてくれて、で、こっちかけるこっちの、なんか、その N かける の行列の N 段で終わってくれるわけです。だからデータのサイズの、X と、データの行列っていうのは必ず、そのデータの個数と次元っていうのが並んでますけど、その、次元の方でやらずに、こう、データの個数の方でやると、まあ、そう計算ができるというのは、まあ、カーネルですね。そのヒルベルト・シュミット・ノルムを取ることは何が嬉しいのかよく分かんないんですか。例えばですね、この2つを比べようという、あ、こっちにしましょうか。あ、ここ、ですね、これ実はコバリアンスなんですよね、ジョイントの。ちょっと、分かりづらいかもしれませんけれども、コバリアンスオペレーターと同じものなんです、実際は。でコバリアンスオペレーターのジョイントのコバリアンスオペレーターとマージャーのプロダクトのコバリアンスオペレーターの差のヒルベルト・シュミット・ノルムっていうのを考えると、例えばインディペンデンスに関する、クライテリアが出てきたりします。
でだからこういうのもエンピリカルにはグラム行列の計算を、まあ、これに近いものを直でおっと計算してやれば計算できちゃう。あ、まあこっちで見てもいいんですけど、Y と X、あ、ごめんなさい、これそうアンセンターです。ちゃんと行、マージダーのプロダクトを引いたもののヒルベルトシュミットノルムの二乗を考えると、それはインディペンデンスを見ているので、それは通常の有限次元のガウスと似たような話なんですね。だそのシグマっていうか、そのラージシグマが独立、相関行列が独立かどうかみたいな、ゼロ対角度とかゼロみたいなやつとの対応をしているっていう。あ、そのガウスの時だと、あ、ガウスの時だとシグマの分散でシグマのそのなんていうかな、あの相関係数みたいなところがゼロかどうかのやつ、あ、そうです、そうです、そういうことです。あの表参行列がゼロだったら独立ですっていうことのある意味の拡張ができて、でそれが例えばインディペンデンスメジャーとして機能してくれる、そういうことで、まあ今日はあんまりそのディペンデンスインディペンデンスの話はあんまりやりませんが、でまあ有限サンプルによる推定量が出てきてますが、そのちゃんとこう期待値で考えたポピュレーションのものにちゃんと収束しています。で中心極限、中心極限定理とか、中心極限定理ここには書いてありませんが、中心極限定理とかも成り立ちます。対数の法則も成り立ち、中心極限定理も成り立ちます。で、あ、そうだ、ここはさっき言ったことなんですけれども、コバレンスオペレーターっていうのは、そのオペレーターとして言いましたけれども、あの点差をちょっと知ってる人ならご存じのように、行列というのは11型の点差なんですよね。まあ、あの物理とかでた方は聞いたことがあると思いますけれども、なので実は、まあ、あの行、コバレンスオペレーターっていうのは、積空間での、平均を考えているということに一致します。でこれは後でちょっとだけ使います。なのでわざわざコメントしたんですけども、でちょっと話をあの拡張しまして、コンディショナルの場合の話をしたいと思います。でコンディショナルの場合の話も、実はあの有限次元の場合のアナロジーを考えていただければそれほどその難しい話ではなくて、線形ガウスの話をそっくりそのまま再生角ウェイト空間でやりましょうというような感じになっています。で、これ線形ガウスの場合の、最小二乗推定ですね。今 Y と X は、M それぞれ M 次元 L 次元の確率変数だとしまして、でy を x で推定すると。で、まあ、簡単なので平均はもう0だと思っておきましょう、x の y。で、a という行列をかけて、ax と y が近くなる、二乗差の意味で近くなるように、a を決めようと思うと、それは分散共分散行列を使ってこういうふうにしてかけるということは、線形回帰を勉強すると、まあ、すぐにこう出てくる話なんですね。で、ガウス分布だとすると、x の値を止めた時の y の条件付き期待値というのはこの行列を使って今もう平均ゼロにしています、こういうふうにしてかけます。でこれはまあよく知られている事実なんです。でこれと同じようなことを、再生角ベルト空間上でやりましょう。でこれ特徴ベクトル、まあ、k.y と書いてあるんですが同じこと必ず、同じで使っています。でこっちはですね、これのアナロジーで、ファイエ、これちょっと書き方があんまり良くないですけども、F はまあオペレーターだと思って、X の空間から Y の空間への線形シャドウを考えていると思ってください。で、線形、内積で書くと線形シャドウなんですけれども、再生性を考えると、なんか非線形関数に見えてきます。で、どっちでも、ある意味で非線形関数が線形シャドウで書けるというのは、カーネル法の内積。不思議なところなんですね。で、これの二乗誤差を最小にするような
オペレーター F というのを探すと、この線形写像の中で探すと、実は上と同じ、全くほぼ同じような理由で、先ほどの、分散、あ、ごめんなさい、コバリアンスオペレーターを使ってこういうふうにして書きます。これ理屈は全く上と一緒です。さっきのコングラーってのまだちょっと引きずってるんですけど、はい、CYX とかが何かに作用するオペレーターだから作用する、関数に作用するんですけど、その定義はどこに書いてありましたっけ、さっきのところに書いてあった。その時に財政格の内積になるんですか、それを定義はどこに、これ定義はここですよね。HX の関数 RKHS から X の RKHS に作用して出てくる結果は Y の RKHS。 定義はこれです。期待値になってるんだけど、それが F に作用するですね、もうちょっと正確に書くと、すいません、ここをそもそも記号を間違ってるというのが非常に混乱の、そうじゃなくて難しいかと。そうですね、本当。いや、難しいというか、そういう、まあ、慣れない記号に慣れてるわけではないので、これがですね、そのトランスポーズなんですね。まあ、あるいはアジョイントとか書いた方がいいかもしれないんですけど、アジョイントというのはこう、もうちょっと書くと、こういうものを考える。ここに何か入れてください。ここに何か入れてくださいっていうのと、ファイバイとかけて。それ書いてくれないんだもん。え？その式書いてくれないんだ。ああ、すいません。それは我々が慣れていないせいもあるけど、書いていないせいもある。でも、まあ、これ一緒じゃないですか。あ、一緒だけど、一緒なのか。これ一緒でしょ。でもそれ再生核の内積でしょ。これが。え？これ再生核でしょ。あ、これは再生核じゃないですよ。これは普通。内積。普通の内積。HX の内積です。HX の内積か。じゃあこれと一緒ですよ。いや、それそうだけど、HX のどっから再生核の話になったんだっけ。 K が出てきたの、あ、そうだ、もともとそれが再生核。こっちですか、うん、こっちはこれ こっちはこれ Y の方ですから、これはイコール K ドット Y、それはそう、これは書き直してるわけです。で、これについては再生性はないんだよね、その HX だったら。再生性はF を入れればこう FX が出てきますよね。F を入れれば FX が出てきます。ここに F を入れれば FX が出てきます。これは X の空間の RKHS の再生性。あ、これ K.X ですね。実体というか書き方が。HX っていうのがは再生核空間なんじゃないの？違う。HX は再生核。HX は再生核空間の内積だよね、それ。そう、これはその内積です。じゃあ上が再生核空間の内積っていうのも、そうか、その点値が再生核空間での点値。そう。そうだね。再生核空間で点値だけ。すいません、ここだけ僕なんか点値にしちゃったんですけど。うん、アドジョイントだけど。アジョイントだし、まあ、もっとエクスプレシブに書くと内積こっちになんか入れてください。だから普通の有限次元の場合でも、まあ、そうか、そう、表現によるのかな。その有限次元の場合だと、普通の線形代数の相対写像の対応なんですね。そのファイナルとして、その内積が上げるというのは。そうです。そうなんだけど、HX っていうのが普通の内積ではちょっとないかったりするので。HX は普通の内積ではないです。だから一般的には、なんか普通のものだとすると重みみたいなのがかかるんでね、縦横ひっくり返すっていうだけじゃないかもしれない。重みではなくて、こう書いてる分には別に有限次元と全く一緒で、こう書いてるのと一緒ですから、なんか、あ、 V か、エクスポネンシャルの Y と X のトランスポーズ、
で V の YX に何か A というベクトルを入れるとエクスポネンシャルの Y と X トランスポーズの A なわけですけど、これはまあこう書いてもいいじゃないですか。これは、書き方としては書き方好みの問題ですけど、R、M の内積で、まあ、こういう書き方をしているわけですね、ここは。で、唯一特殊なところは、ここの内積が FX になっちゃうということですね。そこは特殊なんです。そこはユークリッド空間ではありえない。だけど、それ以外のところは、別にベクトルを使って、普通の分散共分散を考えているだけ。とりあえずその点値ってのが再生核空間での点値なんですね。あ、そうです。はい。そうです。なんで点値、どの内積で点値するかによって違うわけですよね。あ、それはもちろんそうです。はい。この内積の下での点値ということです。本当は行列ではないので、点値というのはちょっとコンフィルムなんですけど、まあ、どうも記号の説明、質問ばっかりで、多分でも、後で書いたのが、まあ、そういうところがコンフィューリングな、多分記号はみんな分からなくなってしまうと思うので、はい、どうも続けてください。はい。で、今その、πx から πy への、線形シャドウを考えて、リーストスクエアのものを考えると上の有限次元ガース線形ガースの場合と全く同じようにこういうシャドウを考えればいいということが分かります。それは別な再生性とは全く使わない話にして、まあ、こういうふうになる。で、そこももう一つあれなんですけど、その線形普通の一番上のガウシャの場合で、そういうその普通のリグレッションの場合、なんかファイで議論っていうか、そのほら、X のやつをベクトルにして、例えばファイみたいなやつを作って、ファイ点値、ファイのインバースかける、ファイの点値かける、なんかその Y みたいな感じで議論することがあると思うんです。それとはまた別の話なんですか、これ。要は、重回帰の問題です。これ、実体のエクステンチ X ですよ。実体のエクステンチ X。すいません、分散、共分散行列はこう書きますよというので、これを使いましたけども、これは YX である、YX トランスポーズのエクスペクテーションで、これは X トランスポーズ X のエクスペクテーション。あ、ごめんなさい、こちら、Y トランスポーズ X のエクスペクテーションです。はいはいはい、X トランスポーズ X のエクスペクテーションです。実体は、その普通の重回帰の問題と、重回帰です。もちろん重回帰です。でそれと全く同じように、全く同じようにと言いましたけど、実はそのトランスポーズが前に使う後ろに使うというのが微妙に違うんですけど、本当のことを言うと、こういうふうに書けます。あ、嘘、それも一緒です。トランスポーズの次ぐ順番も一緒です。ごめんなさい。それも一緒です。こういう書き方をしたら全く一緒です。で、ですね。で、これと全く同じようにですね、その、φy の、x 義務のもとでのコンディショナルプロバビリティ、すいません、コンディショナルエクスペクテーションというのは、このオペレーターに φx を作用させたものになります。あ、φx にこのオペレーターを作用させたものになります。でなので上は有限次元の線形ガウスの表現ですけれども、下はもっと一般に無限次元でも、コバリアンスを適切に拡張して定義したら しておけばこういう表現を得ることができます。で、実はこれがその欲しいコンディショナルプロバビリティによるφy での、あ、ごめんなさい、y のコンディショナルプロバビリティでのカーネルミンに他ならないですね。これは、ty given x というコンディショナルプロバビリティによって φy を積分しなさい、y に関して積分しなさいというものなわけで、それが実はこういうオペレーター、
を 5x に作用させたものに一致することが分かります。で、まあ、ちょっと細かいことを言うとオペレーターなので実はインバースとかを安易に取ってはいけなくて、実際そのインバースというのは厳密には存在しないので、ちゃんとやろうと思えばレギュライゼーションをしてやってインバースを取る必要があるんですけれども、まあ、ここではあんまりそういう細かいことは言わずに、直感的な表現としてこういう線形なオペレーションをするとコンディショナルなプロバビリティによるカーネルミーンというものが実現できるという、こういうことが大事です。で、エンピリカルエスティメーションをする場合には、ちゃんと書いてませんが X1Y1 から XNYN までのサンプルがあったときに、これをエンピリカルなエスティメーターですね、コバリアンスオペレーターのエンピリカルなエスティメーターで全て、置き換えてやります。でさっき言いましたようにインバースというのは、無限次元でうまく取れない場合がありますので、これはレギュライゼーションをかましてインバースを取ります。で結局のところどうなるかと言いますと、これをですね、ちゃんとグラム行列を使って表現し直してやるとこういう表現を言います。でこれグラム行列とこれはレギュライゼーションの部分ですが、この KXX という、これベクトルなんですけれども、それはどういうベクトルかというと、変数 X を固定した場合は、データ X1 データ XN とのこういうカーネルの値を評価してやった N 次元ベクトルになっています。でこっちは何者かというと特徴ベクトルを並べたものなわけです。でこれ、N 次元ベクトルと N×N の行列ですから、でこっち左右半分2個で出てくるのは N 個の要素からなるベクトルなわけです。でそういう重みを持って特徴ベクトルの線形和を考えたものが、コンディショナルプロバビリティのカーネルミーンのエスティメーターとして働きます。こういう意味を持っています。単純な疑問なんですけど、はい、単純にグラム行列が別にそのなんていうかな正則だったらそのままインバース取ったらいいんじゃんと思うんですけど、ですね、グラム行列は先ほども言いましたけれど N がだんだん大きくなるといくらでも小さい固有値を持つようになるので、インバースをもちろん取れる場合もあるんですけど不安定になります。だからその N で大きくしてるわけですね、その低速化みたいな。そうです、まあ、これこっちイプシロンで、こっちに N 分の1っていうのが入ってるので、まあ、整理するとこういうふうにここに N がかかるんですけれど、レギュライゼーションを施さないと数値的には安定しないものですになります。大体どれぐらいが N イプシロン N のその値として適切なんでしょうか。ですね、それはまあ後でまとめてまた話しますけれども、やっぱり最終的なパフォーマンスに対してはそういうのが重要になるので、クロスバリデーションとかをやって決めてます。で理論的な話だけをするとこうイプシロン N がある程度ゆっくり0に N が大きくなった時にイプシロン N がある程度ゆっくり0に行くように しておけばこれは本物に収束しますとかそういうことは示せますという話は次にあるのかな。あ、これスキップしましょうね、すみません。これオペレーターで書いてる、これグラム行列で書いてるんですが、こうなんか結構ここの間にはギャップがありまして、どうやって計算するのかよく分かりませんって言われるので一応計算過程を書きましたが、まあ、ここではスキップしまして、ですね、で例えばコンディショナルなカーネルミーンがあったのエスティメーターがあった時にそれをどうやって使うかというと、例えばそのY の再生確率空間に入っている関数 G と内積を取りましょう。そうするとこういうものが出てきます。これ GY1 から GY2 まで並べたもの。で、こういうものは、GY のレグレッションですね。コンディショナルミーンの
推定量として機能します。で何のことはない、これあの分かる人は分かるんですが、これあのカーネルリッチレグレッションと呼ばれているレグレッションをやってるだけなんですけど、あのご存知の方はピンとくるかもしれません。あのリッチレグレッションのカーネルバージョンを解いているのとこれは実はほとんど同じです。それからガーシャンプロセスレグレッションを解いているのともほとんど同じです。でそれはあのコバリアンスとかその普通のクラシカルな線形な統計の枠組みで論じるとさっき言った話になる。で例えば先ほどあの質問に答えていますけど、こういうのを使ってコンディショナルインディペンデンスなテストのテストを、作ることもできます。で、ベイジャーニマレンスというのはある意味でコンディショナルプロビリティを考えなきゃいけないので、こういう道具を使うことになります。リッチレグレッションだと、まあ、普通に係数の回帰係数の2乗生の2乗なんだけど、今は再生角だから再生角ノルムの2乗。あ、そうです、ええ、そうです。でそのレギュラリゼーションがまさにここに出てきていることになります。だからグラム行列を例えばインコンプリートコレスキーとかやってこう先のところをざわっと取ってしまうということもできるんだけども、そうじゃなくて正則化、そうですね、あのレギュラゼーションの仕方、あの今おっしゃったみたいに大きく分けて2つあって、いわゆる自己の負担をなんか足してやって二乗ノルム足してやってやりましょうというやり方と、そのゼロに近い固有値のところが危ないからそこをその切っちゃってやるとか、そういう二通りがあるんですけれども、両方可能なんですけど、なんとこっちの方がやっぱりコントロールしやすいので、まあ、一緒だって言われれば一緒かもしれないんですけど、こっちを使う人がまあ多いことは多いですね。まあ、L1 とかはだから流行ってるけど、ちょっとカーネルとは相性が悪いわけです。そうですね、それはその普通の L1、 例えばラソーみたいなものはバリアブルに係数がくっついているので、そのいらないバリアブルは切りましょうっていう感じの議論もできるんですけど、カーネルの場合はその変数の和の形では書かれてないので、例えば RKH ノルムを考えても変数の和で書かれているわけではないので、全くストレートフォワードなエクステンションというのはやりづらいです。で一つのそれを解決する方法は1変数ごとのカーネルを用意して、で変数ごとのアディティブモデルにしてしまうと、でアディティブモデル そのノンリニアのアディティブモデルのそれぞれ その変数に対してこう非線形関数がかかるわけで、非線形関数をかませるわけですが、非線形関数が RKHS からあの取られていると、でそうやると変数ごとにばらけるので、あのラソーの非線形拡張をやることは可能です。で実際そういう研究があります。ただ和になっちゃうんで、非線形和になる、うん、アディティブモデルでやらないとダメになります。でもう一つは計算がとても大変になります。それもう一つコメントなんで、ただ言い換えなんですけど、だからカーネル主成分分析みたいなのを X の空間でやって、あの大きい固有値のところを取ってるっていう感じでもあるんですよね。そういう空間での逆行列みたいな、まあうん、今言ったの同じなんだけど、まあ、基本的にはこう固有値のなんていうか義形をこううまく変えてやって逆が取れるようにしているので、それをパサッと切るか、そのなだらかにこ うまくゼロにならないようにしているかの違いですね。ただこれはいらないこれはいらないってやってるわけではないの で、うん、そうです、混ぜてからやってるので、うん、あの L1 みたいなとは相性が悪い、うん、悪いです。できなくはないです、やる気はありますけど一工夫二工夫必要なんです。あそうだ、これ一応書いてましたカーネルリッチレグレッション書いてあるわカーネルリッチレグレッションこれと同じです。これリッチレグレッションというのはこういう図上なので、こっちは再生確率空間の2乗ノルムノルムの2乗なんですけど、これあのちゃんと解くとですね、再生性を利用してその解くとですねこういうふうになるということが、解がこういうふうになるということが分かります。でこれまあ、あのカーネルを使ったノンパラメティックレグレッションになります。でですね、
まあ、ある種コンディショナルプロバビリティのカーネルによるエスティメーションっていうのはリジレグレッションを解いてるようなものなので、でそもそもそのノンパラメトリックレグレッションとして の、 そのカーネル法の性能というものを少し議論しておきたいと思います。でもうちょっと面倒なので Y は1次元とします。で、Y にはカーネルを使わないことにします。でそうすると本当にカーネルリッチレグレッションこいつなんですね。でそれをちょっと考えてみたいと思います。で X の方にはカーネルを使って、こういうあの二乗ノルム、あごめんなさい、二乗ノルムじゃない、コンディショナルプロバビリティのカーネルによるエスティメーションを考えると、まあ、こういう形になる。これカーネルリッチレグレッションと全く一緒です。でこういうものはですね本当のコンディショナルに収束するということは簡単に分かるんですが、さらにですねもっとその収束のレートとかを議論することができて、であんまりこれ理論的に細かい話なんでここではやりませんけれども、ベストオプティマル、オプティマルレートというものが広いクラスのエスティメーターに関して知られているんですが、それはクラスカルの話なんですけれども、カーネル法に限らずですねノンリニアレグレッションに関してベストなレートというのが知られていて、でそれにほとんどそれをほとんど達成するようなレートがカーネル法で出せるということが知られています。あ、まあ、これはちょっとスキップします。で、ある意味でこの結果は、カーネル法がいいということは主張してるんですけれども、良くてもベストと同じぐらいである。まあ、それはそうなんですけども、ベストを超えることはできないですね。でじゃあベストこれしか手にできないかというと、ベストが達成できる方法というのは古典的な方法でいくつも知られています。じゃああんまりいいことないじゃんって話なんですけど、実は実際にやってみるとそれほど話は単純ではありません。で実験的な比較をやりましょう。でローカルリニアレグレッションと呼ばれているクラスのノンリニアレグレッションの方法があります。でこれは非常に性能が良いと少なくとも1次元や2次元の時には言われています。で実際、ローカルリニアだけじゃダメなんですけども、ローカルポリノミアルレグレッションという次数を上げてやると先ほど示したオプティマムレートが達成されるということが知られています。ではこれはオプティマムなんですね。でところがですね、それと同時にですねこの方法は次元がちょっと上がると非常に性能が悪くなるということが知られています。で、実際にですね、こういう非線形関数をですね、そういうカーネルリッチレグレッション、カーネル法とローカルリニアレグレッションを使ってフィッティングして二乗誤差をプロットしてみると、この次元が上がる、この青がローカルリニアレグレッション、で、赤が、カーネルリッチレグレッション。カーネル法は誤差はあんまり増えません。あ、増えませんというのはちょっと語弊があって、これそもそも考えている関数が別の関数なわけですから、その次元、違う次元ごとで比べても意味があんまりありませんが、まああんまり増えません。で、それに対してローカルリニアレグレッションは次元が上がってくるとどんどん誤差が増えていく。まあこの辺で察してますね。で、実は、これ R のパッケージを使って、実験したんですけども、7次元以上はサポートされてません。そういう次元で使うことは想定されていないという、そういうまあ、実際使ってもあんまり精度が出ない、そういう代物になっています。なので高次元と言いましたけれども、1万次元とかそういうものを想定しているわけではなくて、5次元ぐらいになるともう非常にこう例えばクラシカルな方法っていうのは精度が落ちてしまう。で最初に中田君が質問してみたように、カーネル電子ディエスティメーションも次元がちょっと上がると非常に精度が劣化するということが知られているわけで、そのいわゆるスムージングカーネルと呼ばれている方法を使うと5次元6次元になるとなかなか厳しい状況に陥ってしまう。でカーネル法はそれよりは実験的には少なくともちょっといい、ちょっといいというところがありますが、だいぶいい。でも理論考えると両方ともベストオプティマルですよっていう、そういう
理論的にはこういう現象が十分説明できてないという状況に現状はあると思います。つまりそのもっと理論解析するとディメンジョンのレート依存性みたいなのを、それはですね、非常にいい指摘で、それをやらなきゃいけないんですけども、現状はあまりできてないですね。次元が大きいでの全勤労とか、10次元の全勤労やってどうするかって話もあるんですけど、次元が大きい時にどうなるかというのをもう少しきちんと調べないと、そのいろいろな非線形回帰、あるいはそのカーネル、電子デスティネーションに関してもオプティマムレートというのは知られていて、例えばカーネル電子デスティネーションもいろいろ工夫をするとオプティマムレートが出るんですよね。だけど5次元でもものないですよ、実際には。だからそこのギャップをうまく埋めるような理論というのは必要だと思います。で、カーネル法は例えばそういうその高次元の時にその理論的にうまく、クラシカルの方法よりもうまくいくというようなサポートがあれば非常に素晴らしいかなと思うんですけど、まだできてないというのが現状です。なんかそのモンテカルロ法とか純モンテカルロ法の比較の時に、精度を比較する時になんかのディメンジョンがモンテカルロ法だとルート N で聞いてきて入ってこないけど、純モンテカルロ法はログ N の中非常とかなんか謎の入り方みたいなしてるみたいなやつで、なんかそのカーネル法のやつを見るとその次元によらず一定っていうのがなんか性質を持っているっぽいように見えるんですか、このでも一定っていうのは嘘じゃないんですけれど、問題次元が違うと問題そのものが変わってますから、こことここを比べてどっちがいいかっていうことを議論してもあんまり意味がないんです。そろそろ1時間半過ぎましたけど大丈夫ですか。1時間半、そうですね、そろそろはい、ここで切りがいいのでここで大丈夫ですか。どうしましょうか。いや、振動的に大丈夫、もう1時間半使ってるけど平気、なんとかなるんです。もうちょっとやる。そうだよ、え、もうちょっとやる。でもいいと思う。いや、ここで切ります。切りますか。はい、じゃあとりあえず10分かな。じゃあ35分から。じゃあ35分からということでお願いします。10分間だからもうつけっぱなしにしちゃいます。倍以上の状況を持てるんだけど、
ちは問題ないって多分業者の人たちよりもこんなでかいええのやろみたいな感じだったんですけど、それはちょっと、はい、最近ずっとノートで言いから取っちゃうけど、人気とのは交換に。通行ですよ。物まねですよ。こういうのなんだよ。新商。あんまりこれこうなって。日本人は当てがくもの。値段が裏に当てる。あ、そうなのか、これ。裏が値段なの。いや、まあ、どちらでもいいと思いますけど。なんかこれに騙されて、最近ずっと右から書いてる。あれってどうですか？あれって誰かに右から書いてる。ほぼは書いてないけど。だから日本は先されるでこういうふうに右から左に向かう。だから読む向きがそうだから、ね、そういうのやつやるの。そうか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 。だから逆やな。これも同じやつだね。いやだからなんか書いてもいいじゃないですか。要はその一筆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 一なんかこう元の問題のコンディションみたいな感じなんだけど、目的だから多分逆なんです。いやね、これだけは単に通学や通常期だったら、まあね、どうでいいと、まあ、何でもいいんだけど、いや、分かんないけど、いや、分かんないけど、これが元の問題なんだけど、こういうのをやっぱり最高みたいに考えるときに、まあ、どれより経済的に逆できるんだけど、例えばそれはもっとうまい年ですよね、本当は。でも、こことここっていうのを解釈したら CX、インパクトが得られないだろうし、で、こういう採用っていうのはもともとこういうふうになってるんですよね。こういうのは普通の有名人間の男性の場合で、そういうのを採用を出、まあ、るという形で、あ、肯定率がまあ早くね、それで、こっちでこうしました。で、これその部分も多分意味あると思うんだけど、今回の方向性としては、なんか、持っていったって、で、キープしましたっていうのが、だから、やっぱ、この、もともとの宣言なんかの重解決の問題があって、でそれをもっと一般の、その、なんていうか、条件付き、条件付き化率を、整理するために、やっぱり、こういう問題を考えてくる。うん。で、こういう、こう、困りやるとっていうのがあって、それは、なんていうか、こっちから、パイテンチ、パイって言われてますし、こっちから、パイテンチ、パイって。なんかそんなやつで、うん、考え方としてだから以前後を見てずっと見たらなかなかあれは考えてるからマジでしたなんか完全にやっぱりでも足まずに合わないとあれ変なの変な状態だと、やっぱ休憩時間つけたとすると何を話してるかわからないから危険な気がするな。いや、ユーストリームつけっぱなしなんだ。おかしいのかすかとか。あれ。大したのがそこ大事じゃないんじゃない。なんかこういうことはちょっと。なんかね、パワーポイント、はい、パワーポイントバージョンアップしたそこで挙動がおかしいですこれやるからバージョンアップしたら2013 Mac 用なんていやいや、Windows 用です2013っていうのもあるかもしれないあるんですおかしいですね、こうするとあ、複製だから同じもの本当は同じものが出ないんですけど
見方が合うんだよ。いやいや、これはどうしてみたいな。こっちで見えるのにと、そっちで見えるのに違うように見えるか。2013か。それは嫌だと言って。で、あ、直りましたけど、こっちはさっきの次のスライドに見えるじゃあ、そろそろ。ちょっと早いか。あと1分になったかな。もう大体の方戻ってきたと思うんですけど、でもなんか一応35分切ってしまったので、もうちょっと、あの会話すると全部ニュースで流れてますから、まあ大丈夫だと思います。この後半いよいよあのリンさんのオリジナル部分に入る。今までのところは序論だったんで大丈夫かっていう。いや、まあもうほとんど道具が揃ってましたから。あとはレーズルを書くだけです。あの ABC とも期待してますか。ABC まで頑張ってたどり着きます。はい。じゃあお願いします。はい、それであのコンディショナルプランニングまでたどり着くとベースルールはもうあと一歩なのでもう一歩だけで我慢します。で、ベースルールですね。で、これをカーネル法でインプリメントしましょうっていうのを最初にお話ししましたけども、それもうちょっと具体的にあのブレイクダウンしてお話ししています。で、何をやるかっていうと、すべてもカーネル法で書かれているとします。プライヤーの代わりに、プライヤーのカーネルミンが与えられている、あるいはそれのエスティメーターが与えられている。で、コンディショナルプロバビリティ、これもなんか表現する人があるんですけども、これはコバリアンスオペレーターで与えられている。で、これは基本的には X と Y の関係を書いているわけですから、コバリアンスオペレーターで表しましょう。で、ただしコバリアンスオペレーターを考えるときにはコンディショナルでは考えられないんですね。あの特にエスティメーションをするときにはコンディショナルプロバビリティのサンプルってないですから、どうしてもジョイントで考える必要が出てきます。で、ジョイントの、まあ、コバリアンスオペレーター、当然ですけどジョイントのコバリアンスオペレーターがあるんですが、そのプロバビリティは X でコンディショニングするとこの欲しい PYX になっている、こういう状況を考えます。で、ゴールはオブザベーション Y が与えられた時の X のロステリアのカーネルミーンを計算しましょうということを考えます。で、キャラクタリスティックカーネルの話でしたように、カーネルミーンが与えられればプロバビリティというのは1対1に対応してますから、これを与えるということは、まあ、ポステリアを与えていることと基本的には一緒です。で、プラクティカルにそれをポステリアを使って計算する仕方っていうポステリアの情報を引き出すやり方というのは後で議論します。で、これあの、もうちょっと細かく言うと、プライヤーはカーネルミーンの、あ、プライヤーのカーネルミーンを考えるんですが、それはこういう、ウェイティドサンプルでのカーネルミーンとして与えられているとします。で、もうちょっとちゃんと言うと、重み付きのフィーチャーベクトル φu ので与えられている、この輪で与えられている。それから、先ほど言いましたようにコンディショナルプロバビリティはジョイントのサンプルで情報が与えられる。で、これのコバリアンスオペレーターを考える。で、U と XY は別で、あ、そうです、これは別でいいんです。一緒でもいいんですけど別でいいんです。で、ちょっと一般的にするためにこっちは U でしかも重みをつけて書いてます。で、こういう書き方はその後でお話しするヒドマラコモデルとかを考えるときにあの重要で、ヒドマラコモデルとかだとシーケンシャルにこうエスティメーションをやっていって、前のポステリアが次のフライヤーみたいになるので、あのこういう、あ、指定重み付きのフライヤーをここでは想定してことにします。重み付きの線形輪によるプライヤーを想定したことにします。で、最終的にどうなるかというと、ポステリアのカーネルミーンは、この
ここの X の、やっぱり重み付き和で書かれる規定なんです。だから なんとなくそのあのフィクションシャルモンテカルロとかと似ていて、ウェイティドサンプルでこういろいろな確率分布が表現されるそんな感じになっているわけです。それは多分そのなんか直感的にはなんとなく分かりやすいと思います。で、これは絵にしたものなんですけれども、ジョイントサンプルを使ってこういうここが、コンディショナルプライミティの情報が与えられているわけですね。でプライヤーもウェイティドサンプルの形で与えられている。より具体的にはそれのカーネルミンを想定しているわけですけれども、まあ、こういう形で与えられている。でその時にこの2つの情報を使ってポステリアの、まあ、オブザーベーション1つフィックスしてあって、ポステリアのカーネルミンを考えている。それもやっぱりウェイティドサンプル、今度は X なんですが、X のウェイティドサンプルの形で与えられる。こういうからくりで計算ができる。で、じゃあそのウェイト W はどうやって計算できるかというのをこれから話します。ベイズルール、一般的にベイズルールですね、カーネル関係なくベイズルールを考えるときに、それは2つのステップに分けて考えることが可能です。1つはそのプライヤーとコンディショナルをかけて新しいジョイントディストリビューションを考えるというステップですね。これはまあプロダクトというで、もう一つはプロダクトが与えられたら、あとオブザーベーションのところでコンディショニングやって、先ほどの例で言うとこういうところでスパッと切ってそこで見ると、この2つのステップがあります。でそれぞれをカーネルバージョンで考えましょう。でその前に、プロダクトが分かっているとコンディショニングのステップというのはある意味でレグレッションを解けばいいわけです。ジョイントが分かっている、カーネルの話で言えばジョイントのサンプルが与えられていると、でそこからコンディショナルプロバビリティを考えるというのはまさにレグレッションを解けばいいわけです。で、ジョイントが与えられている、それを、XY だと分布が違うのに同じノーテーションにするのよくないので、確率変数 ZW というのがこのプロダクトプロダクトのジョイントプロバビリティから出ているとすると、でそれのコバリアンスが与えられているとすれば、先ほど そのコンディショナルカーネルミンのところでやったようにこういうオペレーターを Y アスタリスクにかませてやれば、コンディショナルが出ている。なのでカーネルミンのコンディショナルなカーネルミンというのは、プロダクトの情報がちゃんと分かっていれば、リッチレグレッションを取ることによって導くことができます。この場合はそのカーネルリッチレグレッション、リッチレグレッションって言ったのは、カーネルリッチレグレッションですね。前回やったやつ、はい、カーネルリッチレグレッション、全部前回やったやつってなフィーチャーベクトルの KX ドットみたいなのがなんか与える気がするんですけど、それこっち、すいません、これそれは、ここに隠れてます。グラム行列で書くとそれが出てくる。ここに隠れてます。すいません、やっぱしはい、リグレッションになるってどういうリグレッションなのかちょっとよく分かんないんですけど、まだ。その式をリグレッションだと思う。一次回帰式だと回帰式、一次回帰式というと、まあ、ちょっと誤解生じるかもしれませんが、これの。それファイ X ですね、ファイ X をこいつで、期待値を取ったものを求めたいわけです。ちょっと意味が分からなかったんだけど、それが回帰係数に当たると思うわけね。回帰係数はここですね。回帰係数って言うならば、ここの半分ぐらいですけど、一次回帰だと思うというのはどういう、一次回帰だと思うというのはここに戻っていただいて、ちょっと変数が今違うものを使ってますけれど、これですね、これを
こういうのを計算したいですね。したいわけです。はあ、Q という分布に従うときにこういうものを計算したいわけですね。で、それは線形回帰に、まあ、を解けば、線形回帰をフィーチャーベクトルに対して解けば、あ、そこが分かってないとダメなんだ。で、これはまさにその線形回帰をフィーチャーベクトルに対して解いていることに相当しています。ジョイントプロバビリティの情報がちゃんともうコバリアンスとして与えられているのであれば、それを使ってコンディショナルなカーネル群というのは計算できますというのはよろしいでしょうか。いや、なかなか難しいっていうか、そこ分かってないと全然ダメだからさ。X が X の時 Y の値というのが回帰係数だから、でだから要するに X の条件付きっていうのは X で、要するに回帰直線に下からピッて引いて Y の値ってやったとこだよね。そうです、はい。次元だったら X を決めたら Y が出るってことは、 X でコンディショナルを取ったらこっちの値が出るっていうことなので、それは完全に回帰の問題だ。回帰の問題で、期待値を取ってるから、で実は非線形だったりしていろいろあるんだけど、それはカーネルミーを狙っているので、ここは非線形性は何も考えて考えなくても大丈夫で、あ、まあ、ごめんなさい、ここは非線形かもしれないので、ここのイコールが本当かって言われると、それは実はちょっと証明が必要なんですけど、右側は少なくとも πx から πy への線形回帰を普通に計算してるだけなんだけど、はい、左側はそれがコンディショナルなカーネルミーな、そう、エクスペクテーションになってる。線形でもよろしい。元の問題は確率分布で無限次元でなんかよく分からなかったんだけども、カーネルミーを計算すればいいっていうことにしといたから、そういう簡単な話になった。でカーネルミーンっていうのが何かのミーンじゃなくて、再線形空間があってのカーネルミーンなんで、そうやってグラム行列とかで簡単に計算できる、はい、そういう筋の、そこまではなんとなく。でさっきのところに戻って、でで今ちょっとノーテーションが変わっちゃってますけれども、そのオブザーベーションが Y のオブザーベーションがあったときに X のコンディショナルカーネルミーンを導きたいので、それをさっきと同じように書いたものですね。でだからこういうもののエスティメーターがちゃんと得られていれば、ポステリアのカーネルミーンというものは計算が可能になる。事前分布の情報はどこに入ったんですか。事前分布の情報は、このプロダクトに入ってるわけなので、こいつらをどうやって推定するかというところには入ってます。はい、ここは次のスライドで説明します。なんかだから今は Q の XY から出発してんだよね。そう、こっちのステップを説明します。でだから普通のベースの公式っていうと、まず π があって誘導関数があってっていうか、そういう話ではないんだよね。基本的にはだから特にその誘導のところが簡単な形で普通書けてるっていうのが、よくベイズ推定から出発するパラメトリック、そういう話ではないです。全くないよね。全くないです。それが XY っていうオブザベーションの組だわ。ここもよく分かんないし、ここもサンプルであったらない。そういう話で、 Q はだから再設化空間に入ってるってことで、それがカーネルのなんか輪かなんかで書けちゃうから、そういう過程だけでやってるっていうのがポイントなんですね。そうです、はい。ただ今の話だと π がどこに入ってるのかっていまいちよく分かんなくて、 Q だけ出てきたじゃんっていう話になるので、あ、そうですね、すいません、順番逆で2から説明してしまいました。なぜか2はもうすでに知ってることなので。でそのこのコンディション、プロダクトの情報をどうやって推定するかっていうのを次に説明します。M っていうのはこれはカーネルミーになる。
なんかベクトルというか、ベクトル、再生、フィーチャーベクトルです。フィーチャーベクトルね。関数でもある。再生確率空間の原理。っていうのは、いろんなカーネルのいろんな特徴量になるんですね。カーネルをなんかガウスカーネルだったらこう場所変わったりなんかして、それに応じたカーネルになるんですね。違う、場所が変わったりというのは、いや、だからガウスカーネルだったら、だからフューチャーベクトルっていうのはいろんな中心のガウスとなんか、あ、そういうのを線形はしたものとその極限みたいなのでできてる。でこっちは本当にその線、有限項の線形場で書けます。推定量なっていうのを、これがどう本当にどう書けるかはこれからちゃんと説明しますけど。ちょっとお待たせして、 M って量は Y スターの関で決まるわけ。ちょっと分かってない。M っていう意味は、ちょっと待って、こいつです。ポステリアの関連。だからそれはオブザーベーションは固定で、 X で積分したってから Y スターの関数というかになってるわけね。あ、 Y スターの関数ではあります。それがだから同時にここの関数、再生確率空間としてはここの関数です。 X の関数です。 X の空間の分布を考えてるんで。あ、そうかそうか。で Y はオブザーベーションで今固定です。固定なんで、はい。だから一つ残ってるところが当然あるわけで、それが X の空間。そうです。あ、そうかそうか。X の上の分布を考える。空間 X の上の分布を考えます。で、サンプルについてはもう和が取られてしまう。だからそれエンフィリカルしたときに和が取られてしまってるから、そこだけ空いてるわけで、星のところ。はい、ここが空いてて、ここの関数。ここの関数。で、もちろん Y にも移動しますけど、そこは今は固定して考える。オブザーベーションとして固定して考える。で、ですね、プロダクトを考えるためには実は、サムルールと呼ばれているものを考えるので、サムルールと呼ばれているのは何かというと、ちょっと待ってよ、これ何かな、すみません、合ってます、これですね、上ですね。これプロダクト取って X に関して積分すると Y のマージナルが出る。ポステリアじゃないんだけど、そのよく、ベーゼルールで言えば分母に出てくるやつですね。こういうものがこういう積分で書ける、これサムルールと呼ばれることがあります。でこれカーネル法でこれのカーネルミンを書くと、先ほどコンディショナルカーネルミンというのはもうすでに見たわけですけれど、それに πx をかけて積分をすると、ここの πx は πx かけて積分すると π のカーネルミンになるし、こっちは x で積分するとこのデンシティで y を積分することになるので、サムルール左辺のカーネルミンっていうのはこういう線形のオペレーションで書くことができます。まあ、これはちょっと積分をすればこうなりますという話なんですけども、で、エンピリカルなエスティメーターというのをこれに従ってまた、リグライズドインバースに使って書くことも可能です。エグラム行列で書けばこうなります。でプライアの情報というのはU を使って重み付けで書かれていましたので、ここのグラム行列というのは普通のグラム行列と違って X と U で作られている行列になります。で、ちょっといやらしいので、どれぐらい厳密に話をするか考えものなんですけども、今ですね、そのコンディショナルプロバビリティとして、もともとあったコンディショナルプロバビリティにデルタ関数を付け加えて、2変数の y と x given x tilde というものを考える。
で、X と X シルダー実態は一緒なんですけど、データ関数を使ってコンディショナルで書きます。で、そうしてやると、実は、その、プロダクトというのは、こういうデータ関数を使ったコンディショナルを使って、サムルールで書くことが可能になります。まあ、これ普通にデータ関数を説明したりはすればすぐ分かる。で、このサムルールを使って、先ほどのカーネルのサムルールに当てはめてやると、プロダクトのカーネルミーンというのが、サムルールによって計算可能となります。で、最終的にどんな形になるかというと、ここの係数は先ほどのサムルールと全く一緒なんですけれども、その考えている空間が X と Y の空間のプロダクトスペースになります。そこだけが違います。で、同じ重みで、グラム行列、ごめんなさい、フィーチャーベクトル、プロダクトのフィーチャーベクトルの線形和を考えてやると、実は、こいつですね。Q に関するコバリアンスオペレーターを推定することが可能になります。なので、サムルールをそのデルタ関数を使ってうまくこう2変数に拡張してやるとプロダクトが出てくる。それが目的は C の ZW を計算することです。そうです。はい、で、そのために、何をしたのかちょっとイメージが分からない。E の Q、C の ZW の定義が E の πx のテンサーの πy みたいなやつなんですよね。この XY の空間っていうのはそのプロダクトの空間なのでプロダクトカーネルを考えましょう。はいはい、で、このプロダクトの空間のカーネルミーンというのは実はコバリアンスオペレーターのことなのでコバリアンスオペレーターを考える代わりにプロダクトのカーネルミーンを考えます。で、プロダクトのカーネルミーンを考えるときにプロダクトでギブン X のコンディショナルを無理やり作りますデルタ関数ですか。で、それでさっきのサムルールを適用すると実はその X と Y のジョイントのデンシティのカーネルミーンが出てきます。2式目と3式目の関係がちょっと厳密に分かんないんですけど、こことここ、いや、そうですよね、2式目と3式目、2式目と3式目、こことここですか。それはこれサムルールですね。はいはいはい。で、サムルールはさっきここで作りました、はいはい、こうやればサムルールできます。で、それをこのデンシティに関して適用すると、はい、これ左右が逆転してますけど、そうですよね、カーネルミーン、プロダクトのカーネル、こいつのカーネルミーンがこういうふうな線形なオペレーションで計算できます。これサムルールです。左と右が逆転してるんですね。あ、すみません、これ逆になってますね。はい、はい、あ、はい、それなら分かるんで、どこか勝手ね、ちょっと方針をまず確認しておきますと、はい、何が分からなかったんでしたっけ、最初の1段階目がなんとなく分かったんですけど、そのリグレッションになるこいつのコバリアンスオペレーターが知りたい。で、下で式で使ってるやつを計算した。そうです、コバリアンスオペレーターが分かれば、こ、にし、2ステップ目はもうコンディショナルカーネルミーンの計算で既にやり方は知ってます、で、プライヤーと C の WW っていうのは分かってる。いや、これは分かってる、ごめんなさい、 ZW では書きましたけども、うん、WW も同じような方法で計算します。まあ、Z が W になっただけ、はい、そうなので C の ZW ってものが計算できればいいんで、で、X と Y とサンプルがあるんだからなんかできそうな気がするけど、そんなにすぐには分からないってことかな。X と Y のサンプルとフライヤーのサンプル表現、うん、それを使って、うん、この ZW のジョイントのサンプル表現を得たい。なんとなく X と Y のサンプルの対があれば同時分布ってカーネル法とかで推定できて、プライヤーとかどうして出てくるのかとか、あ、だってこれは同時分布といってもフライヤーをかけた同時分布なわけですから、うん、あ、そうか、 XY はこっちだけなんですよ。ああ、いわばそっちだけ。そうで、それでその X の代わりにその πx をかけなきゃいけないんですよ。ああ、なるほどね。
で、これ掛け算するというようなのは、あのなんかどうやって書いていいのかっていうのはあんまりトリビアじゃないわけですね。うん、あのだから要するに再生角の内積とかが簡単になった代わり、掛け算にって言われるとちょっと分かんないですね。そう、そうです。掛け算するというオペレーションというのは、そもそも言うと場所が違うかもしれないんで、そのままかけたら直感的にフィーリング的にはスカッと抜けちゃうわけですよね。あ、そうそう、だなので、これを見ていただければなんとなくわかると思うんですけれど、 X というのをセミラリティを見てるわけですね。で、そうやっておいて、その X のレギュレーションみたいなのを、 X ギブンのレギュレーションを考える。だから U の重みはここでうまく X に変換してやって、で、こう、あ、その変換式を求めてるわけね、なんていうか、ある意味。まあ、そうです。だから共通のものになんとか直そうとしてるわけです、ね。うん、そういうことです。ここでそういう操作をやってます。で、それにそのカーネルプロダクトルールを、じゃなくて、その、なんだっけ。カーネルサムルール。サムルールを使って、プロダクトルールを。プロダクトが実は計算。なんかでも、そこがまだ、ちょっとトリッキーで。トリッキーなんですけど、まあ、デルタ関数を持ち出したっていうだけで、こっちのこう2つ同じものがついてるんですけど、そこは実はそれは X についてなんか薄く切った範囲でそのカーネルさサムルールを使ったみたいな気が、まあそう思ってもいいです。ここそのガウスカーネルとかだと小さい近いところしか値を大きく取らないわけですから、まあそう思ってもいいわけです。で、重みの変換をここでやってるわけですね。X のデルタ関数を取るっていうことは、なんか X のところでこうスライスの値でスライスしてるっていうことなのかなと。まあそんな感じです。そんな感じ。いや、それはだからガウスカーネルだけじゃなくて、どんなカーネルでもそのやり方だと。あ、どんなカーネルもいいです。ガウスカーネルだとその直感的に分かりやすいですけど、あの全然ガウスじゃなくてもこれは。同質の方で薄く切るのはどんなカーネルでも、同質の方ではどんなカーネルでもデルタ関数を入れるんだから。こっちはね、うん、だからそれはやっぱり直感的にはどんなカーネルの場合でも、なんかそこがガウスってなったら別ね、別にあ、うん、あのそのローカリティだけを見るようなカーネルじゃなくてもこの話はできます。カーネルサムルールっていうのがは当たり、さっき当たり前だと思ったんだけど、もう一回だけ聞いて。はい、ですね、あのまあ、これもいろんな説明の仕方があるんですけど、もう我々すでにその、こういうコンディショナルなカーネルミーニング、コンディショナルプロバビリティのカーネルミーニングがこういうふうに書けるということを知っているので、あの X に重み π をかけて積分すると、こっちの方は、この QI が出てきてくれるし、こっちの方はこれ積分したらこれに変わってくれるだけで、なので、これはこういうふうに、これはサムルールと呼ばれているわけですけど、サムルールで作られるプロバビリティのカーネルミーンを計算したければ、こういう線形演算をすればよろしい。で、ここで P をデルタ関数で、なんか X の関係なんかにスライスすると。ここを変えたってことですね。ジョイントが出るように変えて、積分しても元に戻っちゃう。で、左側がそうすると欲しいものになる。そうです、そういうことです。そうすると右側はどうなるのかというと、デルタが入った右側は何が変わるかというと、ここだけ変わってるんです。はあ、ははあ、で、ここの変化は何が違うかというと、ここにかけているフィーチャーベクトルが違うだけで、あのウェイトはリッジレグレッションみたいにして計算するだけなんですよ。カーネルリッジレグレッションみたいにして計算するだけ。そんなに簡単になるんじゃない。だからここの最後の空間が変わるのはウェイト変わらずに空間のこのフィーチャーベクトルだけ変えてる。でもデルタ関数からそれが出てくるっていうのはすぐ分かる。完全に自明。あ、それはもうデルタ関数の定義だけです。こことここ一緒だったら、ここは X に変わるだけなんで。その下、そこからテンソルになるには、あ、テンソルは、ここを XY のジョイントのバリアブルを考えているので、3変数があるんですけど、こっちとこっち2つに分けてます。でデルタっていうのはそこでなんか同じ対応する同じとこを拾えっていう。そう、同じとこを拾えです、はい、デルタ関数です。デラックのデルタです。あとでお家で考えないとダメでもかなりヒントはあの、うん、そんなに難しい話ではないと思います。すいません、もう3時過ぎてしまった。すいません、
で、今までの話をまとめると、まずプロダクトルールをカーネルリッチレグレッションみたいな式で解いて、で、コンディショニングのプロセスをやりなさい。で、そうすると、そのウェイトの計算というのは、線形演算で、グラム行列による線形演算でできます。で、ポステリアは X のフィーチャーベクトルの線形結合で書きます。だからウェイトサンプルな表現がまた出てきました。ということになります。で、まあ、この形を見たら分かるように、これはウェイトサンプルの、カーネルミーンを考えていることに他ならないんですけれども、一つ注意として、このウェイトは負の値も取り入れます。先ほどの式を見ていただくと分かるようにこういう演算をすると必ずしも正な値が出てくるわけではないので、負の値も出ます。なので確率分布のカーネルミーンとは必ずしも言えません。ただし、理論的には例えばこの、全近的に N がサンプルサイズが大きくなった時に、係数を足したものが1に近づくとかそういうことは分かります。なので確率じゃないんですけども、なんとなく確率っぽいものが出てきます。エクイバレントってのはどうやって対応するの？エクイバレント。いや、まあ、イーコールでもいいんですけど、イーコールでいいんですけど、はい。あ、そうか、そうか、そう、分かった、分かった。あ、イーコールですね。はい。そう思った時に WI が和が1になってないとなんか変なんじゃないかと思うけども、はい、まあ微妙である。1には近づくで、全部0以上の値に近づくんじゃないかなっていう予想もあるんですけど、それは証明できてません。で、どうやって実はそのウェイティのサンプルだという解釈というのはいろいろな意味で正当化することが可能でして、例えば広いクラスの関数 F、 必ずしも RKHS に入ってない関数 F を持ってきてやって、そのウェイトを使ってこういう和を取ってやるとちゃんとポステリアでの平均に収束します。なので例えばインディケーターファンクションを取ってくれば俯瞰のそのポステリアの確率というものを推定することが可能ですし、X の R 乗を取ってくればウェイトサンプルでモーメントを計算したものが本当のポステリアの R 字のモーメントに収束するということが証明できます。それちょっと気持ち悪いというか、いや気持ち悪いかどうか知らないけど、その F がその L2 とかじゃなくていいんですか？ごめんなさい、L2 ぐらいは必要です。すいません。ちょこちょこっと条件はあります。いや、X の R 乗にするって R が、L2 なんですけど TX なので、TX が R 字モーメントを持っていればモーメントが収束する。 TX というのはその、ジョイントサンプルを取った時の X の周辺部分。それいろんな量の期待値を計算する話になったんですよね。いろんな関数というか、うん、こういうことが可能です。でもカーネルのウェイテッドミーンでちょっと前のページ見てください。分布はカーネルのウェイテッドミーンで書いたんですよね。はい。それからどういくんだ、ん、それがカーネルミーンが分かった、こういう解釈が大事なんです。サイドメジャーのカーネルミーンを考えているような感じなんですよね。で、このサインドメジャーを使うと期待値の計算がちゃんと正当化できます。で、実はそれは全部正しいということ。正しい。理論的に正しい。なので負の値も入ってるんですけど、でも大丈夫。だから要するにカーネルミーンを計算したら何かでカーネルミーンを作った形になっちゃうんだけども、そのメジャー自体がは、まあ、ある意味で本当のポステリアに収束してる、ポステリアみたいなってことが示してると、まあ、証明は難しいのかもしれないけど、直感的にそれはどういうことなんですかね。どんな感じ、フォーマルな計算では直感的には、なんで形式的な導出っていうのはすぐできるんですか、証明は難しい。ですね、ちょっとすぐには分かんない。それはちょっと議論が必要です。だって一番簡単なのは、ですね。だから F が L2 だから難しいけど、F が再生学ベート空間であれば、もうすぐできちゃう。これは何を意味しているかっていうと、どっかに書いてあるかな。書いてないですね。
こいつが本物のポステリアのカーネルミンに収束、RKHS のものにで収束します。そういう事実は成り立ちます。でそれを使うと再生核プレート空間の関数に関しては、先ほどのこう F と内積取れば FXI になりますから、ウェイティドサム、ウェイティドサムかな、ウェイティドミンが、ポステリアのミンに収束するということができます。それは書いてほしかったスライド。そうですね。まあ、あでもだけども、ごめんなさい。だけども、こっちの方が、まあ、ある意味強いわけで、L2 でちょろちょろっと条件があれば、こういう実はいけると。だから形式的な計算で再生核の時はもう証明になっちゃうんだけど、実は L2 でも L2 でも少し条件があればこういうことが可能です。で特にそのベル推論をやるっていう時に、例えば信頼区間みたいなものが計算できたりとか、そのモーメントが計算できたりするということが非常に重要なわけで、ガウスカーネルとかを使うと X の2乗とかインディケーターファンクションとかは、再生核のガウスカーネルの再生核レート空間に入ってないんですよね。だけどそういう関数に対してもちゃんとその期待値の計算がジャストファイできますということを主張しています。レンジの条件っていうのは、まあ、厳密に言えばいろんなことなんですけど、基本的には積分がダイバージしないみたいな感じで、あ、いや、もうちょっと強いですね。もうちょっと強い、それはもうちょっと強くて、ある種のスムースネスを課しています。はあ、はい、あんまり極端にギザギザしてないっていうことか。そうですね、これガウスカーネルで作ったりするとかなりスムーズな関数になってなきゃいけないんですけど、F はこれ、例えばこれは微分可能ではないですけれども、 PYX で積分した後 Y の関数としてスムーズだということを主張しているので、このデンシティが比較的スムーズであればそれは満たされる条件です。ああ、なるほどね、うん、だからそんなに強い条件ではない。でもう一つコメントしておくと、こういうものが再生核レート空間に入っていて、もうちょっと強い条件が必要だというのは、まあ、ある意味リーズナブルで、π はフライヤーで px は x と y のジョイントサンプルのマージナルディストリビューションのデンシティなんですけれども、フライヤーのが大きいところはその px でちゃんとカバーされてないとベンチ C1 は難しくなります。これはサンプルがそのなんか πx があるのにその PX が X のサンプルがないような状況が生じると推論が全然できなくなるので、こういう条件はどうしても必要になります。それからちょっと時間がだんだんなくなってきたので急いでやりますけれど、そのマップエスティメーターみたいにポイントエスティメーターが欲しいときには、マップを直接デンシティを計算しないのでマップを直接計算することができないので、その代表品としてポステリアのカーネルミーンのエスティメーターとRKHS ノームの意味で最も近いフィーチャーベクトルを与えるような X の点というのを取ってくるということをやります。で、こういうのが何に使えるかといいますと、まあ、いろいろな応用が考えられて、データとかサンプルで情報表現ができればよろしいと。で、パラメトリックモデルは必要ありません。で例えば冒頭のロボットローカリゼーションとかで話したヒルマルフモデルをノンパラメトリックな、コンテクストで考えましょう。そういう場合には、適用が可能です。これもうちょっと後で話します。それから、一番最後にやる時間があるかどうかちょっとあれなんですが、ABC のコンテクスト、これもサンプルを使って、ベンズ推論をやるというある意味非常に近い話なんですが、こういう場面でも、まあ、似たようなことが考えられます。まだ応用のところでもう一つなんですけれど、はい、全然誘導関数はなくていいんですね。いや、エクスプリシット誘導関数は全く使いません。だからそれは RKHS に入っていて、まあ、実質的にはその RKHS の原点を割とよく表せるというようなとは、あ、そういうのもいりません。いらない、いらないです。誘導関数に関しては条件はあまり置いてません。ただやっぱり効率を考えたらそれは、まあ、それはもちろんいろいろあるんですけど、
有の関数に関しては実はそれほど条件を置いているわけで、あ、まあここで置い、あ、これはでも有の関数じゃないんですよね。どっちかというとこれが重要ですね。プライアとマージナルの比率がちゃんとスムーズだ。こっちの方が実は重要で、カーネル Vを考えるときに必ずしもデンシティが RKHS に入っているというような要請は必要ないんですよ、推定をする場合も。なのでライトリフットが RKHS に入ってなきゃいけないとかいう条件はいりません。ライクリフトはすごい一般的で、で πx というのは例えば HMM だったらマルコフチェーンが πx なんですね。ちょっと待って、HMM だったら、あ、HMM っていうのはマルコフチェーンなんだよね。はい。だからそこは入れるんだけど、それマルコフチェーンの遷移確率で入れるっていうよりは、そのなんかさっきサンプル表現にして使う。そうです。そこがポイントです。はい。だから我々がなんか遷移確率ってどうなんだっていうのをどっかから表でもらってくるっていう、まあ、そこから でやることもできると思うんだけど、むしろなんかサンプルで分かってるっていう方が初めから得なわけね。そうです、はい、逆にまあそれが原則にはそれが必要になっています。ロボットなんかだと実際にこっからここに移ったとかいう、その時だから、プライヤーっていうのは席に展開しちゃうんですかね、ロボットは。プライヤーを席に展開、プライヤーってパスですよね。例えばロボットだったら1個のステートじゃなくて、1個のステートじゃなくてステート HMM マルコチェーンだから、列にプライヤー、ですね、すいません、使う時には完全にシーケンシャルのインファレンスをやって、シーケンスとして のデータは考えてないんです。あ、とりあえず今やってる限りでは、あるステップまでにやったところでできてるやつがプライヤー。そう。で、それで次のステップの、その、ステップのエスティメーションがある。だからオブザベーションが蓄積に入ってくるような状況を考えています。なので、シーケンスとして推論をやるっていうのは、今のところやってません。でもまあ、そうね、だから、もうそこまでは分かっちゃってる感じなのかな。そうではないね、そうではない。分かってはいない。シーケンス、もちろん原理的にはできるんですけど、次元がすごい高くなるとやっぱり大変なんで、でもあまりシーケンシャルにアップデート、それでアップデートしていけばいいんじゃない。あ、そうです、シーケンシャルにアップデートします。はい。だからそれシーケンシャル、プライヤーはシーケンスには置かない。プライヤーはシーケンスに置いてるわけではないです。いやいや、形式的にはかけたやつになるから、それを置いてることになる。あ、まあ、うん、まあそれはそうです。でも実際的にはどこからどこに、だからそのプライヤーっていうのはどういう、あ、じゃあそれ説明します。バックモデルの話はこれからやります。はい。で、ちょっとコンバージョントレートはもうスキップします。で、カーネルをどうやって選ぶかっていうのはやっぱりこういう場合でも大問題なわけなんですけれども、基本的にはですね、やっぱりクロスバリデーションを私はやります。で、これがクロスバリデーションができるんだったらそれを使うのが良いと思います。まあ、計算量が多少かかってしまうんですけれども、で後でお話しするそのヒルマルコモデルみたいな例っていうのは、基本的にはそのステートを推定するというスーパーバイズのセッティングなので、クロスバリデーションを普通に適用することが可能で、そういうやり方をやってます。で、ちょっと飛ばします。で、ちょっとこれも飛ばしましょう。まあ、例えばインポータンスウェイティング、インポータンスウェイティングとかと比べると、まあ、性がいいというそういう。で、ノンパラメトリックなヒドマルコモデルをどうやって適用するかというお話をしたいと思います。ですね。今その、先ほどロボットローカイゼーションにあったように、例えばオブザーベーションみたいなものが用に書けてない。あるいはトランジションの用に書けてない。そういうケースを考えています。で、ただし、今までの話からわかるように、コンディショナルプロバビリティを表現するようなジョイントサイクルは必要なので、データは入手できるというそういう仮定を置きます。で、ヒドマルコモデルはそもそもそのヒドンが隠れてるからヒドンなわけで、オブザーブできるっていうのは詐欺じゃないかっていう話もあるんですけれども、そこはそういうケースもやっぱりあるわけです。で、一つはそのヒドンステートのそのオブザーベーション、ヒドンステートを測定するのは非常にエクスペンシブなので、
あの限られた量だけトレーニングサンプルを作って、で普通に使う時にはオブザーベーションからヒドゥンを推定したい、こういう状況ですとか、あるいはヒドゥンステートが非常に時間遅れを伴って観測されるので、カレントのヒドゥンというのは見えてないのでそれを推定したい、まあ、こういう状況を考えてそのヒドゥンのトレーニングサンプルもあるとしておきます。でこれらを使ってヒドゥンとオブザーベーションのペアを使って例えばオブザーベーションプロセスのコンディショナルプロバビリティをグラム行列表現する、こういう設定を考えます。でトレーニングの時にはアンノーンなシーケンスが入ってくる、でそれを使って、まあ、ここではポイントエスティメーションをすることにします。で、まあ、ご存知の方が多いと思いますけども、ヒドゥンマルコフモデルというのは今いろいろ議論してましたけれども、シーケンシャルにベイズルールを適用していくと、新しいオブザーベーションが入るごとにその時刻でのヒドゥンというものを推定することができるので、その枠組みは全く変えずにそのベイズルールのところだけカーネルバージョンを使う、こういうことにします。で、これは非常にシンプルなエグザンプルですけれども、ヒドゥンステイトはこの円周上をこうある角度で順番に進んでいくと、でオブザーベーションはそのノイズガーソイズがかかったノイズイバージョンだとしておきます。でオブザーベーションからヒドゥンをヒドゥンステートを推定したいわけなんですけれども、コンパリソンとして比較としてノンリニアカルマンフィルター、エクステンドカルマンフィルターとアンセンテドカルマンフィルターと呼ばれている代表的な非線形カルマンフィルターと比較をします。で注意していただきたいのは、非線形なカルマンフィルターというのはこのダイナミクスをですね知っていて、それをそのデンシティを使って、推定をやります。でカーネル法はここから得られたトレーニングサンプル、これトレーニングサンプルの個数を横軸変えているわけですけれども、200個から1000個ぐらいまでトレーニングサンプル数を変えていますが、そのトレーニングサンプルの情報だけを使って全てを推定してヒドゥンステートの予測をやります。推定をやります。で、この場合非線形性は非常に弱いので、エクステンドカルマンフィルターとかアンセンテドカルマンフィルターというのは非常によく働くんですけれども、カーネルベイズルールを使った、フィルタリングでもそれに近いミンスクエラーで、それに近い性能が出ています。でもっともっと強い非線形性を持つようなダイナミクスに変更してみましょう。でこれはこの赤軸の見えにくいかもしれませんが、こうなんかギザギザというかスムーズではあるんですけれども、こういうなんか人手みたいな形をした、上をヒドゥンステートが、トレースしていって、オブザベーションはノイズなオブザベーションで、この問題にするとそのノンリニアカルマンフィルターっていうのはある意味で近似をやるので非常に強い非線形性っていうのをうまく扱うことができなくて、カーネルベイズルールはトレーニングサンプルが200以上ぐらいになるとノンリニアカルマンフィルターよりもミンスクエアエラーの意味で良い性能になっているということが分かります。これはパーティクルフィルターとかやったらもっとベースラインが下がる。いや厳密にやったらってことですけど、パーティクル。この問題だとそれはそうだと思います。はい。パーティクルフィルターの方がいいかもしれない。まあ、一応全部かけるのでパーティクルフィルターはもちろん使います。まだちょっとよく分かってないですけど、さっき言う、これだとさっきのがまたなんかあやふやになってきてるんですけど、事前分布からのがまずサンプルの、X の事前分布っていうのがサンプルの形でウェイテッドミーで書かれていると、さっきの条件それで X と Y の組が、それ何ができたんでしたっけ、Y が分かった時の X の事前分布を出したんですよね。それで Y がオブザーブされていた時に、Y 微分の元でのその X の事後分布を作ってベースルールで書くことが可能で、ここで言うとさっきの XY の組っていうのと U っていうのがあるんですけど、ここで U に相当するのは、前の時刻で推論した例えばここのポステリア
だからそれはシーケンシャル。次のステップでの、正確に言うとそれをこう一回こう前にやって、ここでの、ここは実はカーネルサブルールを使います。で、押しずっとこう押して。で、ここをフライヤー、ここのその分布をフライヤーだ。ここまで気分を持てるのここの分布をフライヤーだと思って、Y1 が入ってきたら、ベーズルールを使ってポステリアを。で U をこう U に相当するものをあのさっき事前分布と言ってたものを事後この場合は U はその X で作ることになります。X の思いつき。あ作ってるわけね。でそれを更新しながら進む。更新しながら。それで。シーケンシャルじゃないですか。と X それ以前にさっき前のやつだと XY の組っていうのをもうエクスプレッションに使ってたんですよね。あ XY の組はこの場合は。この組とか、このコンディショナルとか、このコンディショナルをグラム行列表現するのに使う。使うんで、それは、前にやってた教師になるデータから取ってきた。あ、そうです。はい。で、U は、まあ、それで、X で、その、やっぱその X だけを取ってきたので表現しておいた事前分布に相当するものをどんどん逐次更新していくわけですね。はい。事後分布。それは今ので、今。今のロボットでも何でもいいけど今のに従って超逐次更新、そうです、はい、そういう作業なんで、はい、なんとなく分かりました。でちょっとこれは飛ばします。これさっきのロボットで、この場合そのヒルの3次元、2次元の座標とロボットの向きで画像の方は4200次元のシフト特徴量といわれて標準的な画像の特徴量で、この場合はですね、ステートトランジションはさっきも言ったように、その今の座標と向きが決まっていると、次ロボットどこにいるかっていうのは非常にその推定がしやすいので、リニアガウシャンで推定します。で、実は今日お話しませんけれども、そこの部分にはモンテカルロ法を使って、モンテカルロとカーネル・ウィズルールを組み合わせた方法というのを、作ってまして、でオブザーベーションの方は複雑なのでカーネル法でやる、でステートトランジションの方はモンテカルロでやるというようなやり方をやっています。でこれがその比較実験、位置の推定の、3次元の状態の推定の、エラーを書いているものなんですけれども、ですね、これはですね、比較しているのは何かというと、これはイメージで一番近いものを取ってきてやって、それの位置を正解で、今の、推定としましょう。現在の位置の推定としましょう。で、これはですね、パーティクルフィルター、赤で書いたのはパーティクルフィルターに、コンディショナルプロフィットの推定として、K nearest neighbor にカーネルデンスエスティメーションを組み合わせた方法を使いましょう。そういう、まあ、ある意味でステートオブザアートな方法です。で、この青で書いたのはヒドンのトランジション、ステートトランジションにもカーネル法を使いましょう。で紫で書いたのが、モンテカールとカーネル法を組み合わせたものです。で見ていただくと分かるように、紫で書いたものは非常に性能が良くて、まあ、赤で書いたステートオブザアートを、まあ、スギニカントに凌駕していると思います。でステートトランジションは非常に簡単なので、実はそこもカーネル法でやるとあんまり性能が出なくてですね、あんまり、まあ、その部分は今一つなんです、その部分もあれば。まあ、これは非常に簡単なステートトランジションなので、それは利用できるなら利用した方がいいという、まあ、サブジションを持っていると思います。モンテカルロって統計手法じゃないんで、ちょっと分かりにくいんですけど、モンテカルロって書いてあるのは、そこの情報を使ってるっていう意味ですね。あ、使ってます。はい。ステートトランジションの情報は使ってます。はい。だから、モンテカルロって解き方なので、むしろ情報を使ってるというところがポイントです。まあ、どうやって使うかというところはモンテカルロ。モンテカルロなんで、で、KBR っていうのは情報を使ってないという。はい、そうです。で、一番上以外は全部そこのステートトランジションについては情報をなんか使ってるという感じですから、そうではないかな。まあ、そうなんです。これはノンパラメトリックな方です。あ、そうなんだ。はい。これはノンパラメトリックで、これは全然何も使ってないんですけど。でも、いや、でもそれは PF って書いてあるんだよ。ステートトランジションとかは、なんか、ステートトランジションはパーティクルフィルター。パーティクルフィルターってことは、それとオブザーベーションのところのデンスティエスメーションを組み合わせた方が。だから結局、そうか、まあ、一番上は何もしてないんだけど、青いのだけがステートトランジションのマルコフ連鎖の情報を全然使ってないってことですね。あ、そうです。はい。そういうことになります。
この場合はまあそれは使う方がいいです。KMC って一番いいやつのモンテカロってのはそれパーティクルフィルターとではなくてパーティクルフィルターではないです。まあ適当に確率で取ってるっていう感じ。そうですね。まあちょっとそこの説明は結構分かんないです。カーネルパーティクルフィルターってゆっくりさんの学生のところに来てる方がやられてるのはそれとは。あれはパーティクルフィルターじゃないんです。はい。ないんだ。はい。パーティクルフィルターじゃないんでパーティクルフィルターって言い方はしてません。で、これどうなるのかだったんですが、パワーポイントをアップデートするとどうなるかになってしまったので、これ赤で書いたのはポジティブなメリットで、青で書いたのはネガティブなメリットで、まあ、それのコンビネーションとして、ポステリアが表現されている。それ横軸と縦軸は何ですか？はい。横軸と縦軸は？あ、横軸と縦軸は、これ2次元な、位置が2次元に書かれているわけで、これは2次元 の、 そのロボットが取ってきたポジションに関するトレーニングサンプルを表現しています、はい、ここがサンプルポイントです。でそこの重み付き輪で重みが赤と青で表現されています、まあ、結構実際的には青も出るというか、うん、ちょこちょこ出ます、はい、でかい値の青も出てるね、まあ、離れたところは出ることだけか。でちょっと時間がもうなくなってきたんですけれども、まあ、長く話してきましたけれども、カーネル法によってベイズ推論、あるいはカーネル法によってプロバビリティを表現するというので、カーネルミーンというものを使ってプロバビリティを表現することができた。で、それに基づいてベイズ推論の方法というものをノンパラメトリックに構築することが可能です。で、ノンパラメトリックというのは本当にデンシティは全く使わずにデータだけで全てを表現するものである。で推論の計算はマトリックスの行列計算を使えばよろしいというわけです。で、先ほどのそのカーネルデンシティエスティメーションを使った方法との比較もありましたけれども、そういうそのスムージングカーネルを使ったアプローチよりも、まあ、ハイディメンジョンなデータにはより適しているという、そういう方法だというふうに考えています。これレファレンスが挙げられますが、ベーズルール関係は以上なんですけれども、どうしましょうか。いや、もう行きましょう。行きますか。はい、まあ、10分延長ぐらいで終われば。はい、じゃあ、ABC の話はそんなに難しくありませんので、簡単に行きたいと思います。ほとんどが、まあ、紹介の話、で、ですね、今までの話を、ABC と呼ばれているアプローチメントメジャーコンピューテーションというのがあってですね、で、このカーネル法を使った ABC の方法というものを我々は提案していて、で、まあ、タイトルはそうなってますけれども、カーネル法を使ったという部分は、まあ、よりもその ABC のがどんな方法でどんな方法がある、ABC はどんな方法で、まあ、現状どんな感じかということを大体メインでお話ししたい。で、ですね、これはもういいですね、さっきと同じような話で、ベイズルールに従って、ポステリア計算したいんだけど、まあ、近似計算が必要なわけです。で、MCMC あるいはインポタンスサンプリングとかセキュアサルモンテカルロとか、あるいはアプロキシメントインファレンスでもそうなんですけども、大体の方法はそのライクリフッドとかフライヤー、ライクリフッドですね、このデンシティの値がちゃんと計算できないといけないわけです。で、カーネル法はそういうのが必要ない方法だったんですけれども、 ABC というのも、まあ、特にライクリフッドのところがようにかけなくても計算可能なベイズインファレンスの一つの方法です。で、どういう設定かというと、ライクリフッドの値の計算はできませんと。ただし、ライクリフッドからのサンプリングはできます。ここは重要です。サンプリングはできる。カーネル法の場合はデータだけあればよかったんですけど、ABC の場合はサンプリングができないとダメです。で、
サンプリングがで逆に言うとサンプリングができさえすれば、あ、まあ、パイからのサンプリングも、フライヤーからのサンプリングも必要なんですけども、両方サンプリングができれば ABC というのはポステリアを計算してくれます。で、ABC というのは比較的もう、ベイズの分野では非常にポピュラーになってきてますけれども、もともとはポピュレーションジェネティクスの分野で提案されて、発展してきた方法です。でもここ数年は、その、例えばベイズのワークショップが行っても、もう ABC は何セッションも含まれている、非常にポピュラーなものになっています。で、非常に便利で使いやすいというのが一つの理由だと思います。で、何をやるかと言いますと、最もクラシカルな方法を説明します。リジェクションメソッド。で、何をやるかというと、フライヤーからサンプリングしましょう。いっぱいサンプリングします。で、フライヤー、シーター、フライヤーのサンプル、シーター、ギブンのもとで、コンディショナルから Y をサンプリングしましょう。で、そうやっておいて、今、オブザーベーション、ギブンのもとでの、シーターのポステリアを計算したいんですけども、オブザーベーションと近い、サンプルされた Y が近いかどうか見ましょう。で、近ければアクセプトしましょう。そうじゃなければ捨てましょう。これだけです。で、このアクセプトされたシーターを集めてくると、それはポステリアからの近似的なサンプルになっています。で、ここがイコール0であれば、オブザーベーションと同じところだけ取ってくれば、これはエグザクトです。エグザクトにポステリアからのサンプルになっています。で、まあ、大体、まあ、それで OK だというのが分かると思うんですけども、絵で描けばまあこんな感じですね。シーター、フライヤーからシーター出して、底気分のもとで、Y のサンプル出すと、ジョイントというのは、まあ、さっきも同じ記号を使いましたけれども、こういうジョイントプロバビリティのサンプルになっているわけですね。で、Y オブザーベーションのところだけ厳密に拾ってくると、これはそれ気分のもとでのポステリアですよね。で、とはいえ、その、Y が連続値だったりすると、ここに乗っかってるサンプルなんて、まあ、確率1で0なわけです。で、たとえ離散的であっても、ここにのちょうど Y に一致するサンプルっていうのは非常に少数なわけで、ほとんど捨てなきゃいけない。なので、一般的には先ほどのアルゴリズムで示しましたように、こういう式位置イプシロン、トレランスと言いますけども、トレランスイプシロンを設定してやって、ここの近傍も取ってきてやる。で、そうやって、そのシータの値をプロットしてやって、ポステリアのサンプル表現だと思いました。こんなこういうふうに書きましたよ。サンプル表現です。だから本当は、サンプル点をこうプロットするのが正しいです。で、サンプルが得られるわけですから、あとは、まあ、平均計算するなり、分散計算するなり、コンビネーションとか計算するなりでやってください。そういうことになります。で、どういう設定でこれが使われているかという話をしたいと思います。最も典型的なポピュレーションジェネティクスの設定というのはこんな感じの話です。ポピュレーションジェネティクスのこう、私全く専門家ではないので嘘があっては大変ですけれども、一応知ってる範囲で説明します。何をやってるかというと、共通の線路というものを想定する。ここは遺伝子的に均質な集団だと思うわけですね。で、そこからこうミューテーションレートを決めてやると、あとそこからどれぐらいの時間が経ったかということを決めてやると、大体その現在の遺伝子の多様性というものの推定ができるはずなんですよね。ある種のインディケーターを考えて、ある種の指標によって、現在の遺伝子の多様性をこう見ることが可能なはずで、逆に言うと現在の遺伝子の多様性をこう与えて、でこのモデルを与えてやれば、こう例えばミューテーションレートとか、そのモーストリーセントコモンアンセスターといいますか、均質な集団まで遡る時間とかの推定が可能になるはずなわけです。で、それをこう前向きのモデルを作ってやって、現在の遺伝子の多様性を義務とした時の、例えばこうどれぐらい遡るかとい う, こうコアレセントタイムと言いましたけども、そういうものを推定しましょう。こういう設定を考えています。
でここで問題なのが、このモデルはちゃんとあるんですけれども、実はデンシティを書くことができないんです。あるいはそれに積分が入ってくるというのが正しいかもしれませんが、デンシティの値のように計算するのが非常に困難なんですね。ただしそのモデルに従うと、これはブランチングプロセスになってますので、シミュレーションすることは非常に簡単なんです。なので山ほどシミュレーションしてやって、その中で今の多様性のインデックスと近いデータだけ取ってきてやって、例えばこういうパラメータの推定をやりましょう、そういうことをやっているのが、そのポピュレーションジェネティクスでの ABC の使い方になっています。計算できないのの本質的な問題は、そのブランチングプロセスを使っているからなんですか？あ、そうですね、そこが困難です。まあ、いろいろブランチングプロセスだと絶対できないんだけど、実は非常に最も単純なモデルだと計算できるんですけど、その例えばこうポピュレーションがですね、途中で変化したりすると計算ができなくなるらしいです。例えばポピュレーションがすごい少ないところとかあったりすると、結果にすごい影響するわけです。影響して、それが非常に重要なところで、あの後でちょっと例をお見せしますけども、ポピュレーションがどう変化するかっていうのはやっぱり非常に重要な、あの問題らしくてですね、そういうことをいろいろ推論したりしたい。で、あるいはそのポピュレーションが変化した時までの時間を推定したりとか、そういうことをやっているわけです。だからポピュレーションが小さくなると、なんか遺伝子が純粋化しちゃったりする、揺らぎが大きくなる。もうそこまで小さくなるかどうかよくわかんないんですけど、まあ、そういうケースもあるんじゃないかと思うんですね。まあ、例えばね、こう、なんか集団が2つに分かれちゃったとか、でも互いに危機がなくなったとか、そういう時間を例えば知りたいとかね、そういう話はあるらしい。でこういう設定というのは多分そのポピュレーションジェネティクスじゃなくていくらでもあって、こうシミュレーションをやるっていうのはある種、あの実験結果を再現するようにシミュレーションをやるっていうのはよく自然科学の人がやるんですよね。あのその時にこうパラメータを手でチューニングして、あこれ近いからこれにしましょうとかやるんですけど、そういうのを実は自動化できるっていうのが ABC なんですが、問題もあります。で、まあ、いいのはこう電子の形知らないというサンプルにだけで簡単にできるようになるんですけど、一つの問題はですね、一つはそのさっきイプシロンの幅をつけるって言いましたけれども、あれゼロだと厳密なんですけど、大きくすればするほどアキュラシーは落ちるんですね。で小さくすると何が起こるかというと、アクセプトされる確率がどんどん下がって、こう無駄打ちばっかりしなきゃいけなくなって計算時間が大変だ、そういうトレードオフがあります。でもう一つ重要なのは、次元が高いとアクセプタンスレートが当然下がっていきます。こう無駄打ちばっかりも増えてくる。なので通常はオブザーブされる変数の数が多いときには、サマリスタティスティクスと呼ばれている低い次元の変数に変換してやって、その世界で、距離を測ってアクセプトするかどうかっていうのを決めるということをやります。でただしそうやると、ここにもトレードオフが生じて、あの次元が低い方がアクセプタンスレートは上がりますけれども、 Y からの情報はロスする可能性があるわけで、情報のロスとその計算の効率性、計算の、まあ、計算量とのトレードっていうのが生じます。でなのでいろんな場面でこういう設定というのは存在するはずなんですけども、ここの次元が非常に高いと ABC の設定というのは現状ではなかなか使いづらくなっている。そこがそのいろいろな多くの問題に使われてない一つの原因かなっていう気がしています。あのイプシロンの範囲に落とすように MCMC や SMC の考えを応用してシミュレーションはそのまま走らすとして、そういうことはいろいろ実はできるはずなんですよ。え、やられてます。でそういうことやってる人いますよね、はい、私も誰かやってるだろうからやめようと思ってやめたんだけど、やんなかったんだけど、まあ一種のレアイベントに当てる問題なので、まあ、あの私が考えているようなことも関係あるんですけれども、うん、でもこの文脈ではやってる人がいるみたいですね、そういうの、うん、なんかこうだんだん絞っていくと、はい、だからでも私が興味を、私はそういうのはすぐ思いつくんですけど、そういうのをあの自分でもね、でやってるだろうと思ったんですけど、それとは違うソリューションなんですね今日は。そのイノベーションでやる、はい、カーネルモデルでやるっていうのは非常に、まあ、単純なソリューションなんで、でもそれはそれでこっちもエフィシエンシーとしては結構いいんじゃないかと思って、ね、変なシミュレーション、MCMC を組むよりも、そうなんです。結局ですね、あの MCMC とかスイカシャーモンテナルを使うって話あるんですけど、あのそんなにどうやればいいかよく分かんないですよね。いや、どうやればいいか分かるんですけど、コストはかかる。そうですか。うまくチューニングする
必要が生じるので、結構あの誰がやってもうまくいくというわけにはいかないでしょう。そういう、まあ、まあこれは全然違う発想なんですよね。あのシミュレーション自体をいじるという発想では全くないんで、シミュレーションはそのままやるんですよね。でももちろんいろいろ工夫の仕方はあって、もちろんいろいろ工夫した方がカーネルフォードが良くなると思うんですけど、今のところはあんまりやってません。で、ちょっともう時間も過ぎたので、標準的な方法に関しては割愛してもよろしいですか。はい。ですね、これ、基本的には、ローカルリニアフィッティングをやりますという話ですけど、まあ、ある意味ローパラメティックレグレッションをやりましょうという話になるので、これは、カーネル失礼して、カーネル法ではなくて、ローカルリニアフィッティングの方をやりましょう。ただ何を狙ってフィッティングするのかは説明してもらえると共通ですよね。カーネルで非常に大雑把な話をすると、こういうデータが得られているわけですから、これ気分のもとで、例えばコンディショナルエクスペクテーションとかコンディショナルバリアンスを計算したいわけですね。でそのあるいはまあ電子度を計算したいので、その時にローカルリニアフィッティングを使って、例えばコンディショナルエクスペクテーションを計算したりですとか、そのローカルリニアフィッティングにさらにカーネルデンシティエスティメーションを組み合わせて、ここのデンシティを何を何にフィットするのか説明します。オブザーベーションがあったときに、この条件付き確率の情報を出したいわけですよね。で、コンディショナルミーンだったらまさにローカルリニアフィッティングできますよね。だからコンディショナルミーン、コンディショナルミーンはレグレッションですから。説明変数が何で目的変数が何か、そういう意味では説明変数は y で目的変数は θ です。そうですね、だから行った側から θ への回帰を計算するんです。そうです、もうジョイントが出てればあとは回帰の問題としてミーンだったら計算できます。バリアンスは2乗のミーンと書いてあって、で回帰を作ってから y オースを代入する感じになるんですかね、回帰し、はい、つまり y はほとんど、ですね、違うんです。ローカルリニアフィッティングの場合はここを固定して係数を計算しなきゃいけないんで、回帰係数は y ここに依存します。まあ結果的にはそうなのかな。ローカルリニアフィッティングは基本的にこれごとに解かないといけないんで、そうか、だから n 点あったら n 個線形関係とか、線形関係みたいなものとか、基本的なアイデアとしてはそのほとんどが外れになるわけだけど、外れの情報を使って使わないということです。使うんでしょ、使わない、使わない、周りを使うだけだけど、一論よりは広い、それは実は2段階やって、実はその2段階というと語弊があるんですけど、エヴァネシニコンカードを使っているのである範囲しか使わない。サポートユーザーの最初は全部使ってたんですよね、多分。そういう人もいました、はい。だけどだんだん周りだけを使うように、周りだけを使う。でもさっきのイプシロンよりは早、もちろん広い範囲、広い範囲ですよ。イプシロンだともう範囲ないっていうか1個か2個しか入んないから、そのじゃ使う、まあ、1個か2個じゃないんですけど、もちろんだからもっと広めのその周りを取ってきて、ウェイトをつけると、その回でそれで結局その最終的にはイプシロンの範囲に入ったらどうなるかが知りたいわけですね。状況、いやいや、イプシロンはもう関係なくて、この点でのが欲しい、この点の値が欲しいわけね。だけどイプシロンを欲しい値に切っちゃったらもう入んないから、大きめに取っといて、なんか回帰とかで頑張る、そうウェイトをその代わりつける、近いものほど高いウェイトになるようにしている。これちょっと説明飛ばします。で、もうちょっと最近セミオートマティック ABC と呼ばれているものがあって、これまあ2つ、実は2つの要素からなっているんですけども、ちょっと1つ目を飛ばさせてください。で2つ目は、サマリースタティスティクスを作りましょうという話です。でかなりアットホックな方法なんですけれども、サマリースタティスティクスで理論的に何がオプティマルかというと、そのコンディショナルプロバビリティそのものを、プロバビリティのエクスペクテーションそのものを使うのがいいわけなんですけど、もちろんこれ知らないからベース理論やりたいわけで、これをその一旦ですね、ラフに ABC をやってこういうものを推定して、でそれをサマリースタティスティックスに使ってもう一回 ABC やるという、そういう二段構えでやってます、
で性能が結構いいんだっていうのが彼らの主張で、実験的にもよくしいい性能が示されています。でカーネル ABC で、これはさっき、この図で説明しするとお分かりのように、まさにこうノンリニアレグレッションっていうか、ここのデンスコンディショナルデンシティをコンディショナルプロバビリティのを求めましょうっていう話なので、それでジョイントサンプルが与えられているわけですから、カーネルリッチレグレッションを解けばよろしい、うん、なんか普通に適用するだけで終わるってことですか。まあある意味そうです。ジョイントサンプルを与えられていて、カーネルリッチレグレッションを解けばよろしい、事前分布はどうなるんでしたっけ。事前分布は何かあるので、そこからサンプリングをしてもらうんです。でサンプリングをしてそれぞれのセーターに対して Y をサンプルする。で、そうすると Q と書いたもののジョイントサンプルが出てくるわけです。で、あとは一箇所のコンディショナルを見る。使うデータは、まず計算してあるんだから、まさにペアで出てるわけですよね。あ、そうです。はい、それで事前分布がちょっとよくわからなかったんですけど、事前分布はもう与えられていてサンプルをするわけです。ここから。あ、最初からね。π の要するに。それはこれと同じ設定で、θ、うん、をサンプルして、y をサンプルして、そうすると θ と y のジョイントプロバビリティ。それをでもサンプル表現しなきゃいけないんですね。それは別に対して。いや、サンプル表現じゃなくてサンプルを出すんです、もうこれは。ABC を設定したらサンプリングをしましょうという設定なので、もうそれは。だから今のペアにも入ってるんですね。あ、ジョイントはそのまま分かってるからちょっと違うっていうか簡単になってるっていうのかな。そうだよ。あ、そうです。はい。フライヤーがなんか与えられてるわけじゃなくて、こっちからサンプリングするので。だからさっきのより結構むしろ、くすみんさんの方法としては簡単なわけです。そう、ベイズルールまで使わなくても、リジレベーション、コンディショナルミーンだけで大丈夫。なので、ベースルールとちょっと分けて話をしてるんですけど、で、これだとですね、データ捨てません。なのでエフィシェントです。まあもちろん行列計算必要なんで、そこの部分は大変なんですけど、で、その先ほどベースルールのところでもお話したのと同じで、平均とか分散とかコンフィデンスインターバルとか、そのウェイトを使って計算できます。で、ローカルリニアフィッティングと比べて、前半の最初の方で、図を示しましたけれども、ローカルリニアフィッティングよりもきっといいはずである。で、実験をしていました。でも本質的に Y オブザベーションがそもそも1個も観測されないと意味のない感じですよね。うん、Y オブザベーションの値に大体そのシミュレーションしたら出てこないと。あ、それは無理ですね。それはさすがに無理ですね。そこら辺のチェックをしないとやっぱダメですよね。いや、正確には当たらないわけよ。ええ、そうですよ。そうじゃなくて、そのイプシロンデータ全然違う、うん。近いところがなければ。なきゃできない、ね。だから、そのチェック機構はまずその手法には入ってなかったじゃないですか。チェック機構は入ってないですね、うん。それは確認した上でっていうことですね。まあ、そうですね。実際にチェック機構は、チェックはしてないですけど。それはあるんだ。それはもちろんそうです。だから、近いところを出した方がいいというのは、確かで、それはまあ ABC に共通する課題なので、いろいろ手はあると。手はいや、むしろいろいろな方法は。カーネル報道でどのぐらい誤差というかそういうのを見積もるかとか、そういう質問だよね。いや、もっと単純に、いや、まあさっきの答えで全然 OK。 はい、はい、すいません。それでこれはカーネル ABC、 それからリグレッション ABC ですね、それからリジェクション一番シンプルなやつ、それからセミオートマティック、まあ、ステートオブジャーカーネルの方と比べてみて、で、計算時間、カーネル法の場合は何サンプル出すかということで相当します。で、他のものはその、こう幅に相当するものがあって、それをコントロールすることによって、計算時間とエラーのトレードオフが出てきます。で、これを見ると分かるように、カーネル法っていうのはそのトレードオフにおいて、セミオートマティックよりも良い結果が出ている。で、これ実はですね、サマリースタティティクスとして14次元とってます。これ、シミュレーションですけども、コミュレーションジェネティクスのモデルから、エツカリモデルを使ってシミュレーションして、データを作ってあるんですけれども、サイトフリケンシースペック、これ何も数と説明しませんけれども、14次元の
サムリスタティスクを使っていて、こんだけ次元があるとやっぱりローカリーアフェクティングの性能がちょっと落ちちゃうわけですね。でレグレッション ABC は実はバイアスの問題があることが分かっていて、あ、なんか不思議な結果になります。でリジェクションメソッドがあるかもしれない。で、ちょっともう今日は割愛しますけれども、実際の問題にも共同研究者、ここに去年の中込さんっていう人と、どうしようか、去年のちょっと、それから真野さんと共同研究をしたのが先ほどのカーネル ABC なんですけれども、彼らはポピュレーションジェネティクスの分野の研究者ですので、実際の問題にそれを使っていて、先ほどありましたけれども、例えば何かこう遺伝子のダイバーシティが、の違いがあるかどうかとか、そういう問題に適応して、いろんな結果を出しています。で、途中サマリスタティストのところでお話したように、低い次元に落としたいんだけど情報はロスしたくないですね。計算効率で見れば低い次元だとアクセスランスレートがあるんですけども、もちろん情報は落としたくないので、次元上リダクションの方法というのはいろいろと考えられています。それから途中あったように、そのモンテカルロ、あるいはその MCMC やシーケンシャルモンテカルロみたいなものを使ってサンプリングをもっと効率的にしようというような話もあります。というわけで以上です。はい、はい、すいません、ありがとうございました。もう時間を超えてますけれども、まあ、最後の講演ですので、何かご質問あれば。ブロックされている。フェーズツイッテの方の話で、フライヤーが U のサンプルの上でのウェイトが表されて、ポステリアは X のサンプルの上の部分が表されていて、そのポステリアがうまく覆ってないとうまく推定できないという話があると思うんですけど、 U も使ってポステリアを表すということはできないんですか？あ、それはですね、いい質問で、今このままだとうまくやっぱりできないんですよ。で、例えばインポータンスウェイトとかやる、ウェイティングとかやると U のサンプルで書かれるんですよ、はいはい、でそっちの方が便利なこともあるんですよ、はい、で、そのどのサンプルで書くかっていうのは、今のフレームワークだとどうしても X のサンプルで書かれてしまうんですけど、 U のサンプルで書くことも実はできるようなコンテクストも実はあって、で確かにその方が便利なこともあるので、U と X と両方もなんか U に落としたような戦法で表せたりすると一番気持ちがいい、まあそうなんですけどね、両方で表すというのはなかなか難しいですね。でサンプルポイントがやっぱり変なところにあったりとか、だんだんこうポステリアの中心が動いていったりするような問題だと、どこのサンプルで書くかというのは非常に重要な問題なので、サンプルポイントをうまく動かしてというような方法もやっぱりあった方がいいかなっていう思います。これは何か使えるプログラムとかツールとかはできてるんですか？ですね、ベイズルールのところはまだ公開しないですね。言われたら人には渡したりはしてるんですけど、ちょっと全然こういうの違うので使えそうな、そもそも ABC でない問題で使えるのがあるかもしれない、ちょっとご相談するか。あ、はい、それはプログラムがあるので大丈夫です。あ、中谷さん、この仕事というか、もうどちらかというと全然カーネルとの対応関係ではなくて、ディープラーニングとの対応関係でちょっと思っていることなんですけども、その特徴量選択みたいなところで、ディープラーニングで僕のイメージはそのオートエンコーダーである程度 X の情報っていうのでどういうところにあるかっていうのをある程度把握して、それをまあその最終的に、まあ、この場合コンディション